はい、皆さんおはようございます。2018年2月の16日朝の8時57分です。よろしくお願いします。おはよう。はい、ワード2、おはよう。はい、おはよう。はい、ワード2、おはよう。今起きたね。16か。今起きた。ねえ、早いよね。人生あっという間だよ。駆け抜けようね、みんなで。マジで人生あっという間だから。駆け抜けましょう。はい、どうもどうも。あ、今オリンピックやってんの？面白いの？オリンピック盛り上がってる。テレビ持ってないね。テレビ持ってない。フリーメイソン誘われたことあるよ。パソコンで見れんだ今。ああ、違法アップロードね。FC2 で。
なんだろう、そこまでしてなんか見たいか、オリンピックって。Wi-Fi ね、それがね、ちょっと契約できないかもしんない。俺、ミスってて、Wi-Fi 契約できないっぽいんだよね。あのね、フリーシムが、プララがね、3Mbps 上り下りでやってたのがね、今ね、3Mbps ないんだって。だからちょっと調べ直してる。その時はナマポじゃなかったからね。何でもかんでも嘘だなんだかんだっていう君のさ、あの考え方は間違ってると思うよ。世の中にはフリーメイソンっていう団体が確実にあって、で普通に、なんだろう、たまたま知り合ったらさ、気に入った人間だったら誘うでしょ。もともとだって俺フリーメイソンなんかあれだぜ、知らなかったんだから。関明夫がさ、やる前から、ずっと前の話だもん。ああ、この団体かと思って。そう、自分の知らないことは嘘だって決めつけると人生のさ、幅が狭まるよ。何でもかんでも証拠証拠って言ったってさ、結局さ、あの君の目的はさ、嘘だって言いたいだけでしょ。別に信じなきゃいいじゃん。信じなきゃ。なんで人の話を信じない人にさ、情報提供をしないといけないのよ。そこに学びなんか全然ないじゃん。いや、フリーメイソンのこと知りたいから教えてよって言われるんだったらわかるけどさ、別に教える必要ないでしょ、あなたに。義理も何もないんだから。のんちゃん起きたら帰ってたね。あ、そうそう、ライオンズクラブと一緒だよ。金持ちサークルだよ、ただ。仕事、ネットタレント。でもあれだよ、フリーメイソンって、あの、なんだっけ、会員ランダムに2人から誘われないと入会できないから、入会条件は満たしてないよ。フリーメイソンの時の生ボ全然違うよ。何歳の時だあれ、24とかだよ。全然違うんだけど、24とかだから全然違う。はい、ワード2。いやね、実業家の方だったね。実業家の方だった。フリーメイソン名乗ったわけじゃないよ。どうも私はフリーメイソンの会員ですってわけじゃなくて、で、なんか、その知人を介してお互い面白い人がいるって言われて、紹介を受けて、で、話してたら、最後に、もしかしたら、その君の役に立てるかもしれないから、もし君がこれに興味持ったら、連絡くれって。君はわかんないかもしれないけど、つって名刺渡したら、フリーメイソンって書いたの。
入会金7万円だね。日本のね、会員に関してはランダムに2人の入会が必要だった、当時は。イギリスのロッジとかだとね、簡単に入れるんだけど、日本のロッジはハードル高いんじゃないかな。俺、実家で配信するなんて言ってないよ。自分を大きく見せても意味ないからね。事実しか言わないよ。自分を大きく見せても何の意味がないんだよ。それいうのは弱い人間がやることなんだよ。弱い人間が。ホームページも更新してないどころか、もうあれ、プロバイダーサーバー切ったから、契約切ったね。もう見れないはずだよ、ホームページを。俺、実家なんかだってもう7年も8年も帰ってないよ。実家から配信するなんて言ってないよ。そうそう、男性、身体障害者じゃない、信仰、そうそう、宗教の信仰、要はね、神、信仰っていうかね、特定の神を崇めてるかみたいな項目だったと思う。そうそう。で、2人の推薦っていうのが結託を組んでできないの。ランダムで、そのフリーメイソンの当時の会員が2000人だったんだけど、その2000人の中からランダムで推奨されないといけないんだよね。プララはね、あの会社自体が潰れた。アイテムゼロだね。プララ潰れたんだよ。社会問題全然振ってくれれば全然話すよ。基本的にあのみんなが興味あることを話すっていう配信スタイルだから。のんちゃんの家雑すんのと俺の実家で家雑すんのは全然話が違うんじゃないの。ねえ、ふわっちね、朝方過疎なんだね、この昼間の時間帯、びっくりした。最近ね、キツネメインでやってるんだよね。キツネがメイン。キツネの方がやりやすいんだよね。いや、特に何だろう、キツネの方がみんな面白いって言うから、キツネが多いですね、僕は。そうそう、コメントがね、走るんだよね、キツネの方が。それでね、最近はキツネばっかりやってる。リスナーは別に減らないよ。はい、ワドツー、おはよう。おはようございます。寒いね。
おはようございます。あ、メガホン500ありがとう。アイテム500ありがとう。ありがとうございます。すげえ。なんだろう、メガホンさんがすごいんだよね、最近。ありがとう。あざーす。ありがとうございます。ありがとうね、たくさん。お礼に投げてくれて。彼女今日いないよ。なんか、帰ったっぽいね。なんで毎日同じ？服選ぶ時間とかってもったいなくない？服選んでる時間もったいないから、同じ服着てるね。なんか時間の無駄じゃん。働いてるよ、俺。UQiMAX の W05 が良さげ。本当はね、SIM がいいんだけどね。iPhone にぶち込みたいから。働いてんの？いや、配信業。うん。個人事業主だからさ。普通の方がアイテム飛んでるね。うん。ああ、38号さん、おはよう。おはようございます。おはよう。そうだね、もうだいぶ前から割れ道に変えてるね。そうだよ、わかるよ。アイテムもらった時だけ俺は誰だかわかる。あー、38号さん嬉しいよ、そう言ってもらえると。あ、コラボすると羽織るの治ったよ。原因わかった。最近羽織らなくなったよ。そうなんだよね。うん。データ無制限だけど、できればスマホに入れるタイプがいいんだよね。あと、クレジットカード持ってないから、口座引き落としの契約にしないといけなくて。デビットカードだとね、クレジットカード契約はできないんだって。デビットカードできないって言われた。え、みんなクレカって持ってんの？
寝た寝た、もうぐっすり寝たよ。今起きたところ。あ、持ってた、クレカ。すごいね。基本持ってるもんなんだ。いや、デビットカードは持ってるよ、うん、デビットカードは持ってるけど、クレカ扱いにならないらしいよ。まあ、配信はね、自営業だと結果出さないと無理なんじゃないの。ドレさんね、うん、売名に必死っていうか、コラボをしてあれじゃん、大手として認知させたいんじゃないの。要は大手の人とコラボできるようになったんだっていうのを周囲に見せたいんだと思うよ、ドレさんは。要はもう過疎は終わったんだぜっていうのを。フットサル出ないですよ。もう断ったよ。今後フットサル出ません僕。俺はもうコラボ極力断ってるね今ね。もう売名するのはやめた。そうそうそう、極力あんまりコラボしても意味ないなと思って。有意義なコラボだったら出るんだけど、基本的には意味のないコラボはやめた、断って。選ぶようになったね、誰とコラボするか。手首だいぶ良くなったよ。51号さんいらっしゃい。だいぶ良くなった。ああ、ありがとう、ハートありがとう。大手配信者とかなんか、なんだろうな、いや面白かったら見ればいいじゃんっていう。なんか大手だなんだかんだってさ、別になんつうの、俺人が多いから集まってるとかすげえ嫌いなの。なんかバンドとかでも普通にかっこいいバンドはかっこいいでいいじゃんって思って、なんか耳が肥えてない人ほど、ミーハーな人ほど人が集まってるからっていうので見ちゃうから、別に大手がどうだとかじゃなくて普通に面白い人見ればいいんじゃないのっていう。で別に
大手だろうが過疎だろうが、つまんなかったらつまんない、面白かったら面白いっていう自分の価値観大事にすればいいんじゃないって思うけど、大手が誰とかあんま意味がないから、あなたが決めればっていう、そんな感じかな。のんちゃん今日いないよ。俺はなんか人の価値観で生きてる人なんかめんどくさいなと思うから、おはようございます。部屋は、いや、片したばっかりだよ。まあ、捨て頃は勝ちそうですね。はい。アイテム、いや、いただいてますよ。アイテムいただいてますよ。俺はなんか配信者同士のなんか過疎とか大手とかあんまり なんだこれみたいな これ意味あんのかなって思うけど、ああ、いってらっしゃい、12号さん。頑張ってね。そうそう、面白い配信見ればいいんだよ。だって、つまんないもん見る時間なんか人間にはないんだよ。ねえ。残りわずかしかないさ。もう一瞬みたいな人生なわけでしょ。もったいなくね、つまんねえの見るとか。時間の使い方もったいないよ、それ。俺喧嘩つつとかしないよ。おはようございます。イケメンではありません。今日金曜日かな。今日金曜日。いいよか。フィギュア、見ない見ない。テレビ持ってないもん。
テレビもう何年持ってないかな、22ぐらいから持ってないかな、うん、だからラブホテルとか行くとたまにテレビ見ると感動するよね。テレビ面白いよね。テレビっ子だったからテレビ大好きだったんだよね。テレビいらない。今いくらぐらいで買えるんだろうねテレビね。相場が全然わかんないな。だいたいニュース見たら結果は分かる時代だから、スポーツが本当に好きな人だけ見る時代になったと俺は思ってるけど、全部見る必要なくない？結果が分かればだいたい会話は分かるじゃん。で、後で追っかけられるしね、本当にすごいことが起こったら。安いの 2,3 万で買えるんだ。じゃあモニター買うのと変わんねえんだな今。全然興味ないよ。メガホンありがとう。アイテムありがとう。おはよう。アイテムありがとうございます。おはよう。おはようございます。おはよう。
あ、タイムシフト消してる今。タイムシフト全部消そうと思ってさ、一個一個消してる。ありがとうございます。髪の毛赤く染めてるよ。あのさ、俺から頼んだアイテム投げろって。ねえ、アイテム投げないじゃなくて、お前に投げてもらったアイテムなんかいらねえから。ご好意でもらってんだよなあ。いいから、投げないやつは何言っても投げないから。投げる人はもう何、普通に投げてくれるから。投げないやつは別に投げないとか言わなくていいよ。普通に見てなよ、普通に。バカでしょ、何言っても投げないんだから。期待してねえわ。あ、アイテムありがとう。アイテムありがとうね、75さん。おはよう。ハートありがとう。ハートありがとう。あ、メガホンありがとうございます。メガホンありがとう。いや、投げる人は黙って投げるから。あの、恩着せがましいことしないから、うちの花火師さん。おはよう。
47号さんおはよう。あ、メガホンありがとう。74号さん。75号さんおはよう。あのさ、俺毎日さ、花火何発上がってると思ってるんだよ。別にさ、アンチから花火こじろうなんて思ってねえよ。なあ。最近花火2、30発上がってんだよ、毎日毎日。あ、投げたくない人に別に俺お願いしてないから。投げない人は投げなくていいよ。俺は投げてくれた人に感謝するだけだから。おはよう。いや、100万いかないいかない。100万は遠いよ。100万いかないいかないいかない。いかないです。そんな簡単なもんじゃない。ありがとう、メガホンありがとう。おはよう。税金対策とか特にないよ。ねえ、ありがたいことに花火師さんから花火いただいて。おはよう。あ、いつも潜ってくれてんの？コメント書いてくれてありがとう。絡んでよ、全然。絡んでくれた方が嬉しいよ。絡んで絡んで。ミニ四駆やってないね、最近ね。ミニ四駆やってないよ。20万もいかないよ。ふわつなくなったら、いや別に他の配信サイトでも全然食っていけると思うよ。ふわつまずなくならないと思うけどな。なんか将来のこと不安に考えても意味なくない？やることやるだけでしょ。ましてやリスナーさんはほら配信で飯食ってるわけじゃないから不安に思う必要なくない？はい、ワド2おはよう。のりこが俺から詐欺られると思ったら普通にのんちゃん別れるでしょ。
別にのんちゃん詐欺るどころか俺が飯食わせてんだから。お金は出してないよ。のんちゃんから1円もらってないよ。いや本当に言いたいことがあるならトツかけてくれゃいいじゃん。質問に答えてっていうのはトツ待ちしてるんだから。 LINE 公開してますよ僕。だから質問に答えろっていうんだったらトツかけてくれゃいいじゃん。何言ってるか全然わかんないもん。トツかけてきなよ。幸せですね。はい、幸せですよ。別に逃げも隠れもしてない、堂々とやってるんだからさ。あなたが思ってることを直接俺にさぶつければいいんじゃないの。トツが逃げるの意味がよくわかんないんだけど。逃げてないでしょ、逆に。もうシャブやったことないよ。シルバー粘土で作ってんじゃないの？わかんないけど。俺シャブないよ。鉛をサンダーで削ってるの。シルバーじゃないじゃん。鉛をサンダーで削ってんの。あいつすげえな。ウケるわ。アホだなあいつ。あいつ面白いよな、テルナ。アホだよな。
おはよう。いや、ご意見のある人はトツ全然かけてきていいですよ。トツ待ちずっとやってるんで。ご意見があるならとつかけてくればいいんだよ。雑誌全然読まないけど、昔読んでた、レオンは読んでたかな、唯一読んでたのは。雑誌全然、あとニュートンとかサイエンスとか好きだね。87号さんいらっしゃい。あ、初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしててね。楽しんでって。いらっしゃい。そうだね。花火上がるとアンチコメントなくなるからね。俺がね、稼ぐのが嫌いらしいよ。稼いでるところ見るとね、スーっていなくなるから、アンチ。
ありがとう。メガホンありがとう。そうそう、昨日アイテム飛びまくったからアンチがね荒ぶってるんだよ、うん、内職なんかやらないよ。1時間で2万稼ぐ男だよ俺。やらないよ。だからふわっちやってた方が稼げるもん。最近調子いいよ。ワドツーバーガーありがとう。ワドツーおはよう。ふわっちやってた方が稼げるもん。なんで内職やんないといけないの。稼げる方を選んだ方がいいじゃん。今日は飛んでないよ。1時間で2万稼げたら全然良くない？手首もう大丈夫だよ。花火が飛ぶか飛ばないか俺が決めることじゃないでしょ。リスナーさんが投げるか投げないか決めるわけだから。だからいい人がいたら、たまたまこの150人の中にいい人がいたら花火いただけるだけであって、な、運の問題でしょ。運、月給はご想像にお任せします。大して稼いでないよ。
いや、今消してる。今作業中。タイムシフト。1600個ぐらいタイムシフトあるから、一個一個ダウンロードしてから削除してるから時間かかるんだよね。ふわっちの分だけで1600個動画ある。で、一個一個そのタイトル入れたり、情報データ入力しないといけないから、大変よ。そう、日付言わないとね、YouTube の人とかいつの動画か分かんないんだよね。だから録画用にね、日付言ってんの。イケメンじゃないよ。イケメンじゃないよ。イケメンだったらこんなことしてないよ。イケメンに生まれたホストとかやってるでしょ。毎日放送やってるからね、思い出がいっぱい詰まってるよ、配信には。今、コンドームマン初披露の動画を編集じゃない、アーカイブ撮ってるな。ハロウィン、リスワン撮ろうと思ってやってたみたいね。前から消そうとは思ってたんだけど、録画を残したかったから撮っといてたんだけど、ハードディスク買ったのよ。だからまあそこに移動してるだけ。フワッチのサーバー、いや、サーバーに負荷かけてるより軽くした方がフワッチとしてもいいでしょう。もう消し始めちゃってるもん。
あえて取っておく必要はなくない？家族いない俺。無駄ではないんじゃないの。朝からもう大荒れだよ。花火師さんも一人もいないし、やばたんだよ。刑務所入ってないよ。部屋片付けないとね。体幹トレーニングやってるよ。アスペの人性欲強いかな。俺いやそんなことないと思うけど。むしろ精神疾患の人ってなんかインポの人とか多いよ。タバコやめたらねスタミナがつくっていうかね、肺が呼吸が楽になるから、酸素の供給量が多くなるから必然的にスタミナが上がるんだよ。これアスペだよ。ありがとうございます。花火ありがとう、待ってたよ。花火ありがとう、119号さん。えい、アンチコメント減るぞ、アンチコメント減るぞ。ありがとう、ありがとう。おはようございます。来た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 、待ってたよ。70分長かったね。はい、アンチが黙ります。こっからざまあ、こいつらね稼いでるやつ嫌いだから。うーアンチ減るぞ。稼げば稼ぐほどねこいつら黙るから。うん、やった、ありがとう匿名さん、ありがとうね、ありがとう。花火ありがとう、クール花火ありがとうございます。聞いてる聞いてる、アンチが聞いてるよ、聞
聞いてる聞いてる。なんだよ今日のアンチ粘るじゃん。ありがとう123号さん花火ありがとう。そうですよ、僕に花火投げると僕が幸福になります。はい、本当ですよ、花火を投げれば投げるほど僕が幸せになりますよ。ありがとう花火ありがとう、ありがとうね123号さん、どんどん幸せにしてください。1600個ぐらい動画があるからそれ全部消す。ありがとうございます。ありがとうバッカでーす。ありがとうございます、バッカでーす。ありがとう、あざーす。今日まだ何も食べてない。何食べようかな。寿司か、寿司ね、寿司ね、だって嬉しいんだもん。花火もらったら嬉しいの。花火もらって嬉しくて喜んだらダメなの。花火もらったら嬉しいでしょ、普通。普通じゃないの。最近外食ばっかりだから自炊しようかな、今日は。好きなネタ、なんだろう、何でも食べるよ。会計が好きかもしんない。光り物も食べるし、何でも食べるよ。ちょっと太ったね、うん、あのね、おパソコンの問題じゃないね、あのなんだろう、ミキサーの問題だった。ミキサーもうチョコもらってないよ。メンタル強いね。うん、だって別にさ、言葉でいくら罵られようがさ、嘘つかれようがさ、俺に何の害もないじゃん。アンチが嘘つこうが、事実と異なるっていうのは調べたらわかるわけじゃん。だから別に俺嘘つかれても全然平気だよ。だから違いますって本人に言えばいいだけだから。ワード、こんなことあったの？いや、ないよって言えばいいだけだ。俺はね、花火どんどんもらえるからね。
配信やればやるほど花火もらえるから、やればやるほど稼げるからさ。まあ別にメンタル強いとかじゃなくて、別に気にする必要ないじゃん。普通にやってればいいんだよ。ありがとう、応援ありがとう。いや、ずっと花火もらってるよ、最近。ずっと花火もらってる。花火はいい行いしたらもらえるわけじゃないよ。リスナーさんが普通にただこいつにいい思いさせたいなと思った時に投げるんだよ。だからリスナーさんが考えるもんでしょ。花火師さんにしか花火を投げる気持ちなんか分かんないよ。リスナーさんしか知らないんだよ。鶴亀食堂行ったことありますよ。多分一回だけ、あの、おにぎりとか、あの、あれでしょ？どこだっけな？鶴亀食堂どこだっけ？あれじゃなかったっけ？バッティングセンターの向かいのビルの、あの、2階にある食堂じゃなかったっけ？鶴亀食堂って。おにぎりとかさ、焼き魚とか定食が食えるところじゃない？そこだよね、鶴亀食堂って。あそこ美味しいよね、高いけど。高いっていうか、まあ別にそんな高くないか。それだよね、鶴亀食堂って。バッティングセンターの向かいのビルの2階でしょ？違うか。アイテムね、おかげさまでリスナーさんのおかげっすよ。メガホンとかたくさんいただけて超嬉しいっすね。生主の話題出さないっすね、他の人の生主の話題。見てないから分かんないんだよね。全然興味ない。髪の毛赤と黒。いや、染めてないよ。あ、そうなんだ。名前のない寿司。歌舞伎町出歩かないから分かんないな。メガホンありがとう。アイテムありがとう。メガホンありがとう。ああ、じゃあ抜けてきちゃった。赤が抜けてきて、茶髪と混ざってオレンジみたいになってんの。赤が抜けたのよ。アイテムありがとうございます。新宿でここは6万円だね、家賃。あ、一応ね、俺ブロック入れてないから、リスナーさんにブロック入れてもらってるようにしてる。あの、嵐とかもう切りないからさ。だから気に入らないコメントをさっとブロックしちゃっていいよ、リスナーさんの方で。懐かしいね。いや、わかんないよ。
あのアイテム投げてくれる層を取り込んだとかじゃないよ、全く分かんないよ。誰が投げてんのか分かるけど、あのどういうタイミングでどういうコメント打っててくれてた人なのか分かんないんだよ俺。分かんないの。あの昔から見てくれてる人なんか新規の人なんか全然分かんないから、キツネだから分かんないじゃん。だからまあ俺最近分かったんだけど、アイテムは期待するもんじゃなくてありがたくいただくもんだなっていう、そんな感じかな。なんかもう期待してもダメだから、普通にリスナーさんと楽しもうと思って放送、ただそれだけだよ。別にアンチがいるん、いてもいたらね、嫌いな人がいたら好きな人がいるわけだから。俺は誰が誰だか分かんない、何号って書いてあるだけだから、誰か分かんない。アイテム投げてくれた時だけその人が誰か分かる。ありがとうございます。大花火ありがとう、ありがとうございます。返済には当てません、ありがとうございます。だって被害者の方と話したもん俺、うん、返済はいらないって言われてんのも本人から。いや返済いらないって言われてんの、だって俺が直接もらったわけじゃないから、そのお金は、うん、合図なんか出してないよ。被害妄想が半端じゃねえな。何が嘘つきの、和道が好きで近所に引っ越してきたリスナーは過去にいる？いや、いない。ただ、ね、この歩いて5分圏内に8人ぐらいリスナーが いるし、前住んでた場所の同じところにリスナーが住んでたことがあったね。だから、なんつうの？多分、あと、あの、俺が知ってるだけで8人ぐらいいるの、この辺に歩く圏内に。で、あの この前近所のセブンイレブンにいましたよねとか言われるか、多分もっといるんだと思う。だ新宿だから、あと街歩いてて声かけられるからね。いや、リスナーが住んでたっていうか知らない、それは。私近所に住んでるよって、あそうなんだとか、街歩いてて、あこの辺に住んでるんですって声かけられる。リスナーが住んでたんでしょ、だから先にとかじゃなくて、別に引っ越してきたわけではないでしょ。だって引っ越したってね、意味ないでしょ。後半に何発花火が上がるか見物、なかったら自作自演。自作自演じゃないって、だから自作自演じゃないよ。だいたいね、俺だって花火がいつ上がるか分かんないからね、うん、だってこの前もそうだったけど、いきなりファンタスティック100発もらったんだもん。分かんないよ、俺が自分で決めてるわけじゃないんだもん。花火上げてくださいって言っても上げてもらえるわけじゃないから。俺がさ、明らかに花火投げてって言って花火投げてくれたら自演っぽいかもしんないけど、俺そんな合図なんか出してないもん。いや俺次第じゃないよ、俺はただ喋るだけだよ。びっくりさせたらやだ、うん、ありがとうございます。119号さん、花火飲んじゃないよ。俺は分かってるよ。花火ありがとう、ありがとう。俺は誰だか分かってるよ、119号さんが。だアンチがもう飲んちゃんだ飲んちゃんだって言ってんの。俺だけ分かるの、俺だけ。
ね、違うよね、119号さんね。はい、さよなら。25号さんね、俺のことブロックしたらもう二度と見れないよ、俺のこと。あれだよ、あなたが俺のことブロックすればいいんだよ。おすすめにも乗らないから。外人さんとやったことセックスないです、僕は。あ、あるわ、ある、あります。花火上げてって言ってこない、上がらないよ、俺が花火投げてって言っても。言ってみようか、花火お願いします、花火ください。上がるんかい上がるんかい。ファンタスティックありがとうあー、花火ありがとう。え、こんなちょろいの、こんなちょろくていいの、こんなちょろくていいの、嘘でしょ。ありがとうございます。え、なにちょっと待って、やらせでしょこれ。ちょっとちょっとありがとうございます。あ、すいません、なんか悪ノリに付き合っていただいて、すいません、サンゴさん、すいません、なんかこんなに大きなのもらえたよ。いや、ちょろい、ちょろすぎるでしょ、ちょろすぎるでしょ、ちょろいって言い方ダメ。いや、うる、いや、笑っちゃったわ今うん、ありがとうございます、ありがとうございます。自作自演の疑いが濃厚になったね。自作自演の疑いが今濃厚になってしまったね、うん、花火投げるタイミングがおかしいって。だから俺が投げてるわけじゃないじゃん、俺はずっとこうやってやってるじゃん。パソコンを触ってないからね。だから俺がさ、なんかスマホとかいじってたら自演花火かもしんないよ。 LINE とか一切やってないじゃん、一切。もう上がらないよ、もう上がらないよ、そんなちょろい世界じゃないよ。初見さん、おはようございます、楽しんでいってください。うん、半分持ってかれるからね。だから自演なんか存在しないと思うよ。スタッフって誰、スタッフって。いや、もう上がんないよ。花火くださいほらね、ほらな、な、上がんないだろ、だから言ったじゃん。いや、こびても意味ないよ、ほらな。隠れスタッフって何、隠れスタッフって、上がんないでしょね。キモい言い方じゃダメ、言い方の問題じゃないよ、言い方の問題じゃない。携帯いじりながら配信してる人は今投げてとか言ってるんじゃないの、花火師さんに。俺そんなのないもんね、ないです、ないです。リスナーさんのお気持ちなんで。でも面白いでしょ、花火上がるとアンチコメ減る法則俺ね、ほんとね、ほんとアンチって可愛いなと思うんだけど、ほんとアンチって可愛いなって思うんだけどさ、ほんとにファンタスティックが上がった瞬間からアンチコメント止まっただろ、ピタッていなくなったろ、連投してたやつどこ行った。25号と50号がコメントしてないでしょ、これ面白くない、これ面白くない、これがふわっちなんだよ。稼いでないやつを叩くんだよ、弱いやつが弱いやつを叩くので、稼いでるところになると、ああ、なんか今日つまんねえわっつって、今日面白くねえわっつって、だから負け犬の発想なんだよ。いや、だからさっき書いてた50号とさ、25号いなくなったじゃん、実際。そんなもんだよ。いや、ヘタレだよ、ヘタレ。
自分より弱いやつを探してるヘタレだよ。いないぞ。俺は誰にもお願いしないよ。誰にも期待しないから。自分以外の誰にも期待しないから。やっほー。自分だけはコントロールできるんですよ。他人と過去は変えられない。未来と自分だけは変えられる。朝飯食わないこと多いね。朝飯食わないこと多いかも。朝ね、食うと眠くなって配信できなくなるんだよね。他人からクソミソに言われてもクソミソに言ってるやつの方が収入低いんだもん。だってさ、人のことこき下ろそうって考えてるやつが社会的に成功するわけないじゃん。だからルサンチマンでしょ。ルサンチマン。いや、俺朝飯も昼飯も眠くなるんだけど。食べたら眠くなるよ。やっぱあれじゃん、疲れてる時に夜食べるからなおさら眠くなるんじゃないの。ありがとう、メガホン、ありがとう。月80万もないよ。ないないない。あるわけないじゃん。一回だけあったけどね。一回だけ。こんにちは。何俺の願望と。俺別に願望なんかないよ。ヨエさんどう思う。いや、どうも思わないけど。どうも思わない。どう思うってざっくりすぎない。何の件について。普通に友達だけど。今月いくらなの言わないよ。想像にお任せするよ。俺がいくら稼いでようがリスナーさんにね言ってもしょうがないよ。カンカン買うだけでしょ。いや、アンチしたければすればいいじゃん。なんで俺がリスナーに媚び売らないといけないの。好きだね。あ、人間的に好きって、あのね、正しく言うね、これちゃんと聞いてもらいたいんだけど、俺は人間にはいいところと悪いところが必ずあると思ってんの。で、俺はあの人のいいところを見ようと思ってるのね。人と付き合うときはなるべく。で、ドレさんにももちろんいいところと悪いところありますよ。で、ドレさんはあの誤解というか嫌われてるかもしれないけど、俺はね、彼はね、俺に嘘ついたこと一回もないんですよ。あの個人的に付き合ってて不器用なんだけど、あの嘘はつかないんだよね。だから頭おかしいよ実際。俺もドレさんも。だけど彼は、そのドレさんは俺に対してすごく誠実だよ、うん、あとね、子供みたいに格闘技のことをずっと朝まで語るのよ。プライベートに電話かかってきて朝3時まで。子供みたいに格闘技のことを話せるって素敵じゃない。54歳になって好きなことを子供みたいにワクワク話せる人がいるんだよ。ほら、昭和のおっちゃん好きなのよ。俺がみんなに話してみんなが納得してくれたのが、親戚が集まった時にめんどくさいおじさんって一人いなかった。うざからみしてくるめんどくさい、ずっと喋ってるおじさんいなかった。あんな感じ。親戚のおじさんでずっと自分語りしてる人。こんな感じかな。
いや別にドレさんが俺のことどう思ってるかなんか俺には関係ない。俺は友情なんてものは人類にないと思ってんの。そうじゃなくて俺が好きかどうかだけで決めてるから、相手がどう思うのか知ったこっちゃないよ。頑張ります。はい、辛かったっていうか予想外だったから、伸びるとは思ってたんだけど、こんなに伸びるとは思ってなかったね。辛くはなかったな。でもちょっと違和感はあるね。今でも水増しはされてると思うな。明らかにコメント数とフォロワー数4000人で俺と変わんないんだよ。で、確かにトークスキル高いし面白いんだけど、600人が見る放送かなっていうのは思う。俺が好きな人？いや別に辰彦とかすげえ好きだけどな。辰彦、石野、浅井さん、ドレさん、うん、誰だろう。光くん好きだけど、光くんも好きなんだけどね、最近付き合いがないからな。まあテルとか、あと便所さんとかじゃん。まあまあ、あと一番可愛がってもらってる、好きとかじゃなくて、これはでも本当にお世話になってるのは鮫島さん。もうこれは俺が好きとかいう問題じゃなくて、本当によくしてもらってる。配信外で俺が調子悪い時とか、夜中にいきなり電話かかってきて、稼げないのつれえよな、閲覧も落ちてつれえよなって、腐るなよっつって、やめんなよっつって、俺が一番調子悪いと必ず電話来て5分でさらっと。今やってるやつら、10年キャリアあるやつは全員辞めてねえかんなって、ここで辞めたらお前偽物だかんな、辞めんなよって、うん、頑張れよって言って配信外にさらっと電話来て、かっこいい人だよ。かっこいいよね。人のことをバカにする人の心理教えてあげるよ。自分が空っぽだから人のことをこき下ろすんだよ。でしょ？自分が空っぽだから他人の話題しかできないの。やることあるやつとかやることやってるやつっていうのは人の話題なんかしないよ。あ、おい、よくね、自分がつけてるアクセサリーどこのブランドなんだよねとかいうやつって、お前がすごいわけじゃなくてブランドがすごいからって。あと何々さんすげえとか自分の知り合い自慢するやついるけど、じゃあお前がすごいんじゃなくてその人がすごいんだよって本当本人に言いたくなるんだよ。そう思わない？お前がすごいわけじゃないでしょって。本当にすごいやつ他人のこと語んないよ。いや、まず他人の名前を頻繁に出すやつを俺は信用できない。もともとアクセサリー好きなんだよ。金がなかったから買えないだけで。最近だから好きなアクセサリー作られるようになっただけよ。もともとアクセサリー好きなの。
お疲れっす。そうだね、鮫島さんからは結構生き方を学んでるかな、配信者としての生き方。大先輩だからね。芸能人が使ってるものなんか俺身につけてないけど、メガネ、ヘッドホン、マイク、ネックレス、指輪、芸能人が使ってるものなんか一個もないけど、俺そんなこと言わないですけど。言います？俺芸能人の誰々が使ってるとか言わないよ。そういうの被れんの大っ嫌いだから。俺プッシュ何位なんだろう、わかんない。登録はしたけど今何位なのかわかんないから。オファー来てないよ。お疲れ様でーす。風船ありがとう。ソファーこれあれだよ、2000円で買ったやつだよ。風船ありがとうございます。初風船ありがとうね。メガホンありがとう。俺は愛煙家だね。タバコ大好き。ああ、ありがとう。ハートとメガホンありがとう。憧れてた時期は正直あるね。佐野智則の背中をずっと追っかけてたっていうのは正直言ったらある。ただ今はね、ただハゲたじじいだと思ってるから何にもかっこよくないね。もうなんか佐野を追っかける時期はもう今年に入ってからじゃなくて去年から、もう全然もう、あ、なんだ偽物じゃんっていうことに気づいて、なんかかっこいいなと思ってずっと追っかけてたけど、あ、なんだこれって、ただのハゲじゃんと思って、そっから全然関心なくなった。気づいたね。うん、かっこいいと思ってたけどあんまりかっこよくないね。今はだから憧れとかないね。生き方がかっこ悪く見えたっていうか、なんか普通に金梅さんと光くんと俺をブロックした時に、要は三社祭りのメンバーなんだけど何これとか思って、要はなんつうの、散々なんか俺はなんか世話してやったとか、俺はどうだってかっこつけてて、で実際俺は見てるわけじゃん、その現場を。で別に悪口とか言ってないのにめくられるのが怖くなってブロックしたわけでしょ。だから自分の都合の悪いものには蓋をする人なんだと思ったらなんかがっかりしちゃったね。隠しをブロックするっていうのはレジェンドがやることじゃないよ。もうだからもう俺が憧れてた佐野智則はいないんだなっていう。あ、それね、考えたことあるんだよね。あの一回ね、頭が痛くなって耳が聞こえん、なんか耳の調子が悪くなったことあんの。で、あ、喋れなくなったら、その今耳が聞こえなくなったらまだ助かるけど、喋りはできるから配信は多分できるだろうな。もし声を失ったら何やるかなって思ったね。まあシルバーやるんじゃないの。まあ配信はやめないと思うよ。それでもでも雑談はできなくなるから、まあシルバー配信とかやるんじゃないかな。まあ何かしらやるでしょ。それは考えたことある、声を失ったらどうしようって。あとツンクの時にも思ったね。やっぱり歌手が声を失うってつれえよなって。もうブロックされて10ヶ月以上経つんじゃないの。
別に人減るも何もないでしょ。人が減るも何も気にしてないから。あのね、先月俺マンスリー圏外なんだよ。リスワンももう10ヶ月連続撮ってたのが撮ってないんだよ。収入もオワコン、閲覧もオワコン、コメントもかそってんの。何も怖くねえよ、うん、だから身の振りなんか考えてないよ。俺好きだからやってるだけだから。別に閲覧3だろうが0だろうが収入0だろうがやってるもん。なんで俺がさ人の顔色を伺いながら喋んねえといけねえんだよ。もうこっちは地獄見てるからね、配信者同士開き直ってるから。応援してくれる人にただ感謝するだけだよ。20万もないよ。花火2000発投げてから言えよ。花火2000発投げたら月収20万あるよ、確定だよ。あなたが2000発投げたらね。ニコ生はもうやだね。収入源ふわっちとステッカーかな、うん、そうだね、できること。あ、でもね、石野がね、俺配信しかやることねえなって、できることねえなっつったら、それしかできないってかっこいいっすよって言ってたよ。石野がそれしかできないんだったらそれやるしかないじゃないですかって。ってことはそれができることでしょうって、それしかできないんじゃなくてできることなんじゃないですかって。天井低くないよ。投げたくなる雰囲気にしてくれよとか言ってるやつはにわか。投げる人は黙って投げる。投げるか投げないかを決めるのはあなただよ、うん、で何言ってもあの背中押されないとダメなやつはダメだから、投げるか投げないか自分で決めな。みんな必然的にさ雰囲気がどうとか言い訳しないもん。ワド頑張れよってただ投げてるだけじゃん。投げないのはあなたの生き方の問題だから、そこにコミットするつもりないから。俺投げるか投げないか自分で決めな。アンチするのか囲うのか、フォローすんのかしないのか、応援すんのか邪魔すんのか、自分の生き方だから自分で決めな。俺人の生き方に干渉しないから。歓喜今したよ。のんちゃん今日いないね、うん、俺も鼻ねえよ別に。西野は今リスナーさんっていうかセフレができて、元リスナーさんでセフレでずっとそこに住んでる。あ、フォローありがとう。自分で決められないやつは他人に、他人とか雰囲気に飲まれて生きていくことになるから、それって悲しいことだよ。あの自分で切り開くもんだよ人生は。空気清浄機欲しいね。まあまあでも換気すればいいじゃん。何でも便利なもの揃えてもしょうがないよ。できること、だってこの部屋に何もなかったんだよ最初。段ボール敷いて寝てたんだから。いや、評論は勝手にするのはリスナーさんの仕事だから、俺がどうなるのか自分で考えてないよ。俺は自分のやりたいことやるだけだよ。自分のやりたいことやるだけ。別に伸びるとか伸びねえとか勝手に決めるのはまあなんつうの、みんなでしょ。みんなが勝手に決めればいいじゃん。だって配信者なんかさ、別に面白いやつなんか一人もいないよ。だって仮想枠とトーク比べてごらん、俺と。別に何にも変わらないよ。みんながこいつを応援するとかこいつを見るってだけだよ。ただそれだけの勝負なの。だからね、配信者を生かすも殺すも主導権持ってるのは実はリスナーさんだと思うけどね。総会議行かないよ俺。別に作りたくて作ってるわけじゃないよ。だから俺のこと嫌いなだけなんでしょ。別に嫌われるの怖くねえし。わかんない、あれじゃん、なん高校卒業認定だっけ、受けないとダメじゃん。
もうだ基礎的な中学校の英語とかアルファベット書けるかな。ありがとう、メガホンありがとう。いやだから好きすぎるからアンチになるとか俺の問題じゃなくてあなた方の問題だから、だから好きにしろっつってんの、ブロックもしねえし、見たきゃ見ろ、見たくなきゃ見るな、書きたいこと書けって言ってんじゃん、好きにすればいいじゃん、俺も好きにしてんだから。ただ一緒にこうフォローしてくれたりとかしたら一緒に歩いていこうよって、中卒だよ俺。俺は別になんかいつでもなんつうの、例えばいつも言ってんだけど配信者で売名したいんだったら電話かけてこいよとか、家に来ればいいじゃんって言ってんの。あの俺の問題じゃなくてあなたがどうしたいかで、別にその俺は協力するからってずっと言ってるよ。あ、ゲイっぽいって昔から言われるね。なんでなんだろう。あの同性愛者にあの好かれる。家の住所ツイッターに書いてあるよ。だからツイッターフォローしろっつってんじゃん。全部情報さらけ出してるから。いや俺がすごいんじゃないよ。花火上がってんのは俺がすごいんじゃなくて俺のリスナーさんがすごいんだよ。そこを履き違えてる配信者多すぎると思う。なんか花火が上がってんの私がすごい私がすごいっていうやつ俺は偽物だと思うけどね。あなたのリスナーがすごいんでしょって。振り込み口座は教えない。あのステッカー買う人にしか教えない。あの直接支援ねお断りしてんの。なんでかっていうとあのリスナーさんがその直接支援すると気持ちが入っちゃうから。だからだったらその米送ってくれたりとかさ、例えば俺農家だから農作物あるから食ってくれよとか、そういう方が嬉しいね。うん、なんかその自分が作ったもんでこう飯食ってくれよとか。現金はいらないよ、花火でいいよ全然。一緒にふわっち盛り上げようよ。俺だけいい思いしようとは思ってないから、このサイト守ろうよみんなで。ステッカー、いや1枚から買えるよ。ステッカー3種類あるけど、まあ、DM から LINE ちょうだい。これが500円、これが1000円、1枚1000円。これはサテンの布製のステッカーね。これは1枚1000円、これ500円、送料200円。たまにねでもね支援目的でステッカー大量に買ってくれる人とかもいるんだけど、うん、ツイッターに住所書いてあるよ。プロフィール、プロフィールっつうかあの名前の下のところに書いてあるよ、ツイッターに。送料は取るよ、送料は取るでしょ、どこでも取るでしょ。送料取らないのおかしいでしょ。 LINE 今登録人数 LINE の600、何人だろう、ちょっと待って。 LINE の登録人数、リスナーさんと配信者しかないかな LINE。 ちょっと待って、679人だね今。679人だから、まあ、あと4500人ぐらいだ。4500人ぐらいで5000人までしか登録できないから、
いや、気に入らなきゃ、送料が気に入らなきゃ買わなきゃいいじゃねえかよ。送料気に入らなきゃ買わなきゃいいじゃん。送料200円普通だよ。何送料詐欺って。送料200円普通でしょ。何送料詐欺って。じゃあシャンピンから買えばいいじゃん。シャンピンは送料ないのがいいんだったらシャンピンのステッカー買えばいいじゃん。なんでもただだ、ただがいいと思ってんの俺頭おかしいと思ってんだよね。ボランティアでもやってろよ。じゃあじゃあ取りに来いよ。送料気に入らねえんなら取りに来いよ。じゃあうるせえな。取りに来いよ。じゃああ、メガホンありがとね。メガホンありがとう。なんで82円なの？バカでしょ。いいのいいのいいの。めんどくさいことはしないの。めんどくさいの嫌いなのね。あの、心のストレスは金じゃ買えないから。なんで俺が持ってかないといけないの？持ってかねえよ。暇じゃねえんだよ。いや、だから気に入らねえ人間は買うなって話だから。商売やったことねえからわかんねえんだろうな。俺はボランティア、何でも安か、安ければ優しいとかそういうのは間違ってると思うから。だから気に入らねえんなら買うなっつってんの。ただそれだけだよ。俺が送料200円っつったら送料200円なんだよ。俺が送料200円っつったら200円なの。俺が送料200円っつったら200円なの。いやいや、ツイッターの詳細ないよ。あの、要は ステッカー欲しい人は LINE でステッカー何枚くださいって送られてくるだけ。で、俺が手続き教えるだけ。DM か LINE で聞いてる。だってさ、一日さ、何枚買うと思っ、何枚さ、俺が手紙書くと思ってんのよ。ステッカー。それだけで1時間潰れるんだよ。一人一人住所書いて、名前書いて、切って貼って、梱包して。それだけで1時間潰れるんだよ。配信外で。だいたい切手は82円かもしんねえけど、封筒とかよ、そういうのあるだろうかよ。あ、ステッカー500円はね、あれなんだよ。便所さんが決めた価格だから価格いじれないの。あれは捨て頃ステッカーで、あの、500円で売ってくれっていう風に契約書に書いてあるから。いいのいいの。欲しい人は買ってるからもう。欲しい人はもう手に届いてるから。いや、買う気のない人に俺はその媚び売りたくないのよ。その別に俺商売人じゃねえから、アーティストだから。
多いね。うん、 YouTube 見てくれる人多いね。セゴロ会場でも物販ラインナップ増やすよ。あのステッカーだけじゃなくていろいろ売るよ今回は。会場でも買えるんじゃないの。おはよう。おはよう。マグネットはないな。俺はほら自分が欲しいものを作りたいタイプだから、自分がダサいと思うものは作りたくないんだよね。自分がこう身につけたいものをつけるっていうか。うん、ステゴロまあ勝つだろうね俺が。プロテインは飲んでない。ポカリスエットは飲んでる。ステッカーはね、あのスタッフパスの仕様にしてるから身につけられるようにできてるね。ジム通ってるよ。ピアス開いてるよ。左の耳ピアス開いてる。つけてないけどね。穴は開いてるよ。なんだこれ、壊れた。なに、壊れた壊れた。あれ、なにこれ。なにこれ。え、開かない。なんだこれ。タトゥー入ってないよ俺。スケボーね、一番いいんだよね。体幹鍛えるにはスケボーめちゃめちゃいいんだけどね。実は んだよ、またアンチ湧いてきたな。めんどくせえな。イケアの方が、あ、ニトリ、うん、どっちも別に物によってじゃない。イケアとニトリどっちも使うよ。どっちもいいんじゃないの。好きなもの、物によるとしか言いようがない。組み合わせでしょ。センスが良かったらいいんじゃん。どっちも別に使うけど、あ、店で決めない、ブランドで決めない。タトゥーはトライバルがいいかな。紹介行かない。メガホンありがとう。アイテムありがとうね。ゴキブリ以下の配信。ドクロあるよここに。100円ショップはダイソーがあるし、あの新宿の駅の方行ったらセリアとか何でもあるよ。自由に書いていいから、別に自由に選んでいいでしょう。読み上げるコメントぐらい自由に選ばせてくれよ。なんで俺が便所の落書きにいちいち反応しねえといけねえんだよ。好
きに書いてる便所の落書きと一緒なんだから、こんなの。読みたいコメントぐらい自分で選ぶよ。好き勝手書いてわけわかんねえんだから、こんなの。あ、ジム通いたいの？全然全く未経験でも大丈夫だと思うよ。なんかたまにいるんだけど、なんか和道と同じジム通いたいっていう人いるんだけど、全然構わないよ俺は。なんか捨て頃一緒に、ね、なんかその和道が通ってるジムで一緒にトレーニングしたいっていう人たまにいるけど、俺は全然構わないよ。うん、リストバンドね、これね、パンクアイテム666。ジムの月会費だいたい12,000円とかじゃん、新宿だとね。12,000円毎月。いや、まあ、いや、俺もっと2万とか3万とかするもんだと思ってたから。だからプロボクサーとかも大変だよね。だって C 級ライセンス取ってもチケット5万円分か6万円分のチケットさばいてさ、それが給料だよ。ギャラとか出ないんでしょ。若い姉ちゃんが半分ぐらいかな、半々ぐらい、あ、4割ぐらいかな。若い人ばっかりだよ。女の人多いね。知らない、別に考えてない。週何回でも通えるよ、フリーフリー。捨て頃のファイトマネー贅沢？え、何？どういうこと？何、捨て頃のファイトマネーは贅沢って。え、どういうこと、どういうこと、何贅沢って。ファイトマネー出なかったら俺出ないけど、ファイトマネー出るから出てんだけど。いや、格闘技もフィットネスも両方あるよ。フィットネスでそのなんつうの、格闘技コースがあるフィットネスもあるし、あの普通にプロのジム、総合格闘技からボクシングからキックからムエタイからいろいろあるよ。それは合ってるか合わないか自分が選べばいいんだよ。自分に合ってるジム通うといいよ。でも人によるとしか言いようがない。6,000円は安いね。半分も若い姉ちゃんいても集中できる。うーん、最近はそのコースでやってなくて、あの個人でそのなんつうの、強い人とやってるから、なんだろう、まあ集中できるっつうか、うん、集中しないダメでしょ。だから出会いとかもやっぱあるんじゃないの、ジムで出会い求めてる人とかもいるんじゃないの。身長170、俺は身長170センチだね。俺別に若い姉ちゃん目的で行ってるわけじゃないから、
でも普通にジム普通にいっぱいいない？お姉さんたくさんいるよ。はい、ワドツ。ジムの会員で和道リスナーはいないでしょ。わかんない、 いても声かけないよ。うん、それはいるんじゃないの、和道リスナーっていうか。配信見てたら俺の顔と名前ぐらい知ってるでしょ。ただまあプライベートな空間だから、やっぱ気使ってくれてんじゃない。タバコ吸ってん、いやジムの中は禁煙だからタバコ吸ってないけど、みんなそれはわかんない。若い人ばっかりだね、女性は。まあ男性も、あでも年配の方男性はいるか。あバガーありがとう、アイテムありがとうね。体はねすごい絞れるよ。だいたいね1回のトレーニングで2時間、あ1時間1回トレーニングとかの、だいたいで2時間俺はやって、で30分個人練とかやるんだけど、だいたいね1キロ体重が落ちる。1キロ。普通会話できないっつうか、いや全然普通に会話してるよみんな。なんかロードワークやってるよ。はい、わかつ。まあ夫婦で通ってる人もいるし、ドラクエ5面白いよね。ジムで俺仲良くなるつもりない、黙々とやってるから。まあ挨拶するね、顔見知りになった人は何人かいて、まあテクニック教わったりとか。なんかね軽量級の人早いんだよやっぱり。この前軽量級の人とちょっとね約束組みでやったんだけど、パンチがめちゃめちゃ早かった。リーチはないんだけど、あだから軽量級のスピードってこんな変わるんだなと思って。階級違う人でやるのも面白いねやっぱり。あ体重78なんかね、もう1ヶ月2ヶ月ですぐ落ちるよ。それくらいだったらすぐ行く。2ヶ月毎日通ったら2ヶ月で絶対落ちる。俺ね普段の飯3倍飯食ってんの。だから痩せた痩せたって言われてるけど、実は3キロ体重増えてんのよ。だから食事変えないで、あの1日2時間毎日通ったら絶対痩せるわ。俺ね捨て頃に関しては階級とかないの。あの70キロから80キロに合わせてくれたら OK って言われてる、ざっくりな。そう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 、そう締まったっていうか筋肉に変わったから、あの体が締まっていってるんだけど、痩せたように見えるんだけど体重自体は重くなってる。いや俺と同じジム通いたい人はあれだよ、俺ジムの名前とか言うつもりないから、あの駅とかで待ち合わせしてで仲良くなってからあの紹介するよ。そうそう、あと4ヶ月ぐらいだからね捨て頃。いや4ヶ月そうだね、4ヶ月ぐらいだね。絞れなかったらダメでしょ、対戦相手契約違反だからね。女の子全然気にならないよ。っていうかあのトレーニングハードだから、あの女の人なんか気にしてる暇なんかないよ。試合緊張はね、うん、なんか水泳の大会とか空手の大会とか、あとなんだろう、バンドやってたから
あのステージに立つの慣れてるからあんまり気にならないかもしれない。うん、顔はね、あの痩せるのは痩せるけど骨格の問題だからな。顔は痩せると思うよ。あの汗かけば自然に顔のなんだろうね、水分も飛んでくから。ていうかもともと俺小顔だからな。俺は体重上げるね。体重っていうか体重気にしなくていいのね。だからガツガツ食ってガツガツ汗流してる感じ。俺はほらもともと体重が70キロ前後だから、あの向こうの方が有利でしょ。だから筋肉増やさないといけないの。ありがとう202号、ありがとう。まあ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 、だってね、それこそ配信で毎日人から見られる仕事だから、見られることには慣れてるから。はい、ワドツ。いや、里美さんがすっごかったよ。楽屋で緊張してて、里美さんはすごかったね。もう一言も喋んないでブルブル震えてたもん。里美さんがみんななだめてたの、大丈夫だよ大丈夫だよって。里美さんめちゃめちゃ緊張していたかんな。試合優勝したら賞金が出るのとメダルがもらえるんじゃなかったっけ、近かったっけな。腹筋もうバッキバキだね今、うん、腹筋バッキバキ。試合頑張るよ。里美さん緊張すごかったよ。もう上がりまくってた。あ、トーナメントではない、優勝とかはないよ。一試合一試合のマッチメイクだから。いいよ、腹筋自慢とかダセーじゃん。やだよ、対戦相手にさ情報を出したくないもん。だしなんか腹筋割れてるの自慢とかしたらさ、なんか嫌じゃん。俺腹筋見せるために格闘技やってるわけじゃないからさ、うん、いいいいいい、なんか体自慢とか嫌なんだよ俺、うん、嫌なんだよ。見たい？あー本当に大袋出してくれるの、ありがとうありがとうありがとう。まあね、もうジム通って2ヶ月だからね、うん、まあじゃああれだよ、なんか自慢とかしたくないんだけどな、うん、仕上がってるよ。まあ本気でやってると体に出るからね。ああまあまあまあ練習やってるからね、ちゃんとね。ありがとう208号さん。緑茶やっぱほら、甘いものばっかり飲んでると脂肪が落ちないのね。で筋肉に変えていって脂肪を落としていくのがファイターの務めだから、やっぱり砂糖が入ってないものを取らないと、脂肪がどんどん増えちゃう。
だじゃないとこの体にはならないから、うん、普段その4ヶ月後を意識してもう緑茶しか飲んでない。ポカリは太るっていうかね、脱水症状になっちゃうのよ本当に。もう汗、まあツイッター見た人だったらわかるけど、汗びっちゃびちゃに絞れるぐらい練習してんのね。ツイッターに動画載せたけど、だから大変なのよ。もうあの少しね、やっぱあの練習するときはポカリ、薄いポカリ飲まないと。スイーツモンブランが好きだね。いや本当に本当に、ポカリセット、これね、ポカリこれでやってますよ。配信楽しいよ。うん、配信大好きだよ俺は。できれば一生続けたいね。今はそういう感覚かな。続けたい。昼はつうか夜も昼も全然外出ないよ。あーなんかね、のんちゃんね、なんかリスナーさんにねアンチされてね、聞いちゃったのかね、なんか更年期障害のなんかサプリメント買ってたよ。更年期障害のサプリ買って飲んでたよ。なんか薬、新しい薬飲んでた。なんか更年期障害って書いてあったね。なんかおばあちゃんが飲むやつ、うん、なんか本人気にしてたみたいで、なんかババアババアって言ってんの。のんちゃんうつ病がひどくなったっつって新しい薬飲んでるって言って。47のんちゃんは。いやかわいそうだよ本当に。あそうだ、それ命の母飲んでた。それそれそれ、命の母って薬飲んでた。それ飲んでたわ。53歳ではないよ。47。なんか命の母っていうなんかサプリだか薬だかが売ってるんだよ。あ、ザクロジュースがいいんだ。いやだって俺免許証見たもん。免許証ちゃんとめくった免許証見たもん。47だよ。ネタにはしてないよ。まあ、今の47歳若いでしょ。のんちゃん47だよ。免許証見てるから間違いないと思う今回は。もともと35歳だって言ってた俺と付き合った時は。で、あの家族に挨拶行った時に弟さんにバラされたの。なんか和道くんごめんねって、あの弟さんと話したんだけど、うちの姉ちゃんちょっとあれだからって言って、あまあ大体分かってるんで大丈夫ですよっつったら、おいって免許証出せっつったら、のんちゃんが発狂して、あーアイテムありがとう、花火ありがとう、おはよう。でのんちゃんが発狂して、やだやだって言って、で弟さんがのんちゃんのバッグから財布取り出して俺に免許証を渡したので、免許証受け取って、いやこれ見たことありますよって言ったら、めくれって言うのよ弟さんが。和道くんめくってって言うから、めくる、そうめくってって言うから、そしたらペリ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 って免許証がめくって、のんちゃん絶叫、やめてーって。そう、そしたら15個上だったの。47歳だった。あれは大変だったよな本当に。のんちゃん3時間口聞いてくんなかったからね。3時間ものんちゃんは終わりだとか、のんちゃんは死んだんだとか言って、なんかのりこはもう死んだ、もう終わりだとか言って3時間ずっとへこんでたよ、うん、そうで、うちのお姉ちゃんあの頭おかしいから、あのそれでも大丈夫って弟さんに聞かれて、あ大丈夫です全然気にしてないですって言って、
まあそんなことがあったね。あれは笑ったよな。あれは本当に笑ったよな。のんちゃん35だと思ってたんだよね。いや可愛いっつうかさ、だから別に年齢のことは気にしてないけど、嘘はつかないでとは言ったよ。嘘はつかないでねって、いや、いやね、嘘つかれてたのは俺だからね。なへまあなんかいろいろあるんじゃん、なんかほらネット脳だからさ、のんちゃんはネット脳だから、なんかババアババアっていじられると思ったんじゃない。だからそのやっぱ若い女とねっていうのがあったんでしょ、本人なりなんかあったんじゃないの。だから何ヶ月ぐらい騙されてた、俺半年ぐらい騙されてたよね半年ぐらいずっとのんちゃん35だって思い込んでたかんね。あれはびっくりしたよな。ドレさんは54歳だから全然のんちゃんの方が年下だよ。 あったあった。でのんちゃんが免許証めくられた後実家なんだけど、こんな感じで丸くなってたね。こんな感じで3時間口聞いてくんなかったよ。終わりだっつってORZ だよ、 ORZ 懐かしいだろ、 ORZ こうなってたよ、こうなってた、 ORZ。 のんちゃんへこむと大体この形になるの。怒ったりへこんだりすると大体この形になる、反省じゃなくてへこんでる時こうなの。 ORZ だよ、 ORZうん、笑うよね、うん、のんちゃんの家ウケるよな。だからすぐ分かる、あの家に帰ってくると分かりやすい。家帰ってきてこのポーズになった時はなんか嫌なことがあった時、うん、まあ別にね年齢気にしてないからね。ただねちょっとおかしいなとは思ったのが、なんか変だなって思ったのが、喧嘩するためになんか免許証を投げつけてくんのよ。俺は喧嘩するわけじゃないんだけど、のんちゃんがなんか怒るとなんかのんちゃんのことあれだ疑ってるんだとか言って免許証を投げてきてたの。でなんで俺免許証見せられてるんだろうっていうのは前から思ってたのよ。いや免許はいいけどって言って、アスペだから気づかないじゃん、免許の話じゃなくてみたいな、免許見てよとか言って、なんかそういうのは3回ぐらいあったり、あとカラオケに行った時になんか会話が合わないの。なんか世代がさ3個上だから、なんか椎名林檎とか聞いてたのとかさ、 ELT 流行ったよねって言ってもなんか堅くなにグローブだけ歌ってるの。なんか知んないけど堅くなにグローブだけしか歌わないから、え、そんなに小室好きなのみたいな。でなんか年齢がバレてからはなんか森高千里とかさ松田聖子とかしか歌わないんだよ。疑ってはいない、疑ってはないけど今考えると変だなっていうのはあったね。あ、メガホンありがとうございます。うん、そう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 、うん、びっくりだよね。あ、中森明菜も歌うね。そう、中森明菜も歌う。そうなんだよね。だから俺の母ちゃんの5個下なのかな俺の母ちゃんの4個下か5個下だから俺の母ちゃんの方が年齢が近いんだよな、うん、のんちゃん引きこもりだよ
いや、ドレさんから今教わってないよ。ドレさんから格闘技は教わってない。今自分でジム通ってるし、最初は全くのド素人だったから、ドレさんに教わってたのよ。今教わってないよ。ワンの時は教わってたけど。はい、こんにちは。配信で飯食ってる。まあまあまあ、はい。プッシュは、あれでしょ、プッシュってなんかお金払わないと上の方に行けないんでしょ。俺、何位かわかんないよ、プッシュ。知らない、アメリカ人とドレさん出ないでしょ、捨て頃出ないでしょ。強くなりたいっつうか、まあ強くなりたいっつうかね、勝たないとね前回ひどかったかな、ほんと前回はひどかったよな、ほんとにな。あ、でもだいぶ上手くなったって褒められてるね。だいぶ上手くなったって、格闘技やってる人からも褒められるようになったから、まあ前回よりはいい試合見せられると思うよ。前回そのスパーリングキャプチャーしたんだけど、プロのね、原田芳樹さんっていう人と教えてもらって、原田さんとスパーリングやったんだけど、だいぶ上手くなってるって言われた。そのまあまあ素人から経験者になったぐらいじゃないの。ジム行ってる行ってる。配信者で一番仲いいの誰なんだろうね。なんか仲がいいのに順番つけるのはあんま良くないよな。一回戦負けも何も、だってトーナメント式じゃないもん何一回戦負けってえ、俺ドレさんと達彦のスパー見て、達彦が押してたのは事実だけど、あれでドレさんが弱い認定してる人って格闘技ちゃんと見てない人でしょ。ローキックバチンバチン入れてたよ。ちゃんと見た？あ、まああれだよな、カメラが寄りだったから、俺は引きのカメラで撮ったから、引きのカメラで見てるとドレさん3発ぐらいロー決めてたよ。あれ2回戦3回戦やったら分かんないよ。俺はあれだよ、直樹兄さん普通にドレさんと達彦別にあれ決着ついてないよ。ましや決着つける場所でもないし、練習会だからね。まあほら、俺より強いのは事実じゃん。2253。2253より弱いかもしんないけど、俺はなんだろう。ほら、リスナーさんが誰なのかわからないじゃないですか。だからその、経験者の強い弱いとさ、素人の強い弱いって違うと思ってて、俺はその、何？素人格闘技ど素人だから、俺より強いのは間違いないっすよ。俺弱い弱い。弱いから練習してんの。ツイキャスの人。でニコ生の元運営、要はニコ生の本社で運営さんやってた人で、運営さんからそのまあ配信のことを理解できるその社員が必要だっつって、ニコ生をやりながら運営をやってたの。要は会社員やってたの。だけどニコ生メインでやるようになって、で今度はニコ生本社とその生主をつなぐタレント事務所みたいなのを会社でやって、今でもそれやってんのかな。
だから今は生主とかそのラジオパーソナリティとかやってる人、もともと運営の人。うん、そう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 。だからさ、俺はさ、そのなんつうの、俺の目線でしか語れないから、まあ225さんがさ格闘技本格的にやってて どれくらい強いのかわかんないからあれだけどさ、だから強いか弱いかって相対的な評価だから、自分がどれくらい強いかだよ。だって俺辰彦よりもね、辰彦強いし、まあだし試合で実際蓋開けてみないとわかんない部分あるよ試合って。もうまあ聞いてる聞いてる、本人も認めてるよ。公式試合では4回負けてんのかな、全部負けたって言ってて、それ本人も言ってるわけじゃん。あ、っていうか俺ら格闘家じゃなくてさ、あの格闘家じゃねえからそもそも弱いよ俺らは、うん、たまたまその引きこもりたちの中ではドレさんが強いっていう話であって、本業ではないからさ。池上さん強いよ。俺池上さんともスパーリングやったんだけど、見る？池上さんともやったよ前回、キャプローか。池上さんめちゃめちゃ強いよ。そうそう、本番に強い弱いとかもあるし、まあだしましてや強さとかを見せるわけじゃないじゃん。見たい？見る？いいよ、よいしょ。ちょっと待って、用意するから。よいしょ、待ってね。池上さんと俺のでいいの？池上さんは強いよ。あれは猫かぶってるね。あれは本物、あれは本物。池上さんには誰も勝てないっすよ。おー、プロの動き。強いでしょ。パンチ見えなかったもんね。強すぎる。顔がいつもと違う、かっこいい。池上いいぞ。食べな食べな、池上食べな。そんな、そう、一発勝手が食べるの池上さんプロだね。顔ビシバリ池上、うん、そうそうそう、フォームがやっぱ違うもんね。そういう人、そうそうそう、見て見て、よくなった。そう、今よかったよかった。ナイス、そうそう、いいっす、いいっす、ナイス、今よかった、ナイスナイス。強いぞ。あれ、倒れな、倒すといい、倒れな、そうそう、倒れな、そう、こんなの聞いてもらったら、そうそう、まずはその、克服しろ、怖いの克服しろ、そうだね、マイク・タイソンの動画ばっかり見てるからね、うん、おい、うん、ウィービングばっかりやってるよ、ピーカブーで。残り10秒もういいぞ、いいよ、いいよ、そう、来いよ、来いよ、と思うな。行け、ほら、来い、来い。ナイス、ナイス、オーケー、いい、最後、中央見た、そう、いいっす、どうせ。まあ、手も足も出なかったっていうのが正直なところかな。手も足も出なかったよ。実戦使えたよ。実戦で使えた、使えた。さっきの解説してたプロの人とやったんだけど、そっちも見る？あの金髪の人は原田さんって言って、桜井真帆隼人さんのうちで死なんだけど、
意外と使えたよ。見る？うん。P株。使えた使えた。でもね、体の可動域が高くないと。あ、この人は原田さんって言って、桜井真隼人さんの内弟子の人で。この人はプロの人ね、本当の。そう、原田さん。うん、今キャプるよ。結構重いっすよ、バンクが。意外とやるんだよ、まだ。まあだいぶ良くなったって褒められたね、これいつだったっけな、1月だから1ヶ月前だね、ちょうど1ヶ月前、ちょうど1ヶ月前、これは、インファイトに特化して今教わってる。だから初めの一歩の戦い方だね。背頃頑張るよ。顔がフラフラしてんじゃなくて、そのウィービングっていう技術、もうインファイト特化型で前に出るスタイルで教わってる今。もう時間がないから、足使えないから、要は、今こんな感じだね。まあこれが1ヶ月前だから今の方がうまいでしょ。3秒で飛んでったらね。まあ2分1ラウンドでこんな感じかな、今こんな感じ。カウンターだね、やっぱプロとレベルが違うんでしょ。そうそう、身長がね、直樹兄さんは180あって俺が170だから、ピーカブーでかいくぐる戦術で今やってる。いや、まあレベル違う、プロだもん。直樹兄さん身長180で体重も10キロぐらい重たいんだよね。だから体格では圧倒的に不利。まあまあ勝てるように頑張ります。あと2分間その1ラウンドぐらいだったらトップスピードでいけるようになったから、スタミナがついてきて、多分2分2ラウンドだったらフルで攻め続けられると思う。やばいよ。ガタイは向こうの方が全然いいから、どうなるか分かんないよね。生活保護誰でももらえるよ。
頑張る頑張る。そうだね、もっともっとこうキュッ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 動いていかないとね。まあやっと基礎がね、やっと基礎ができるようになったぐらいじゃん。セゴの興行収益は分配式じゃなくてギャラ式だから、まあサイン、まあ人のギャラは知らないけど、俺はまあこれこれこういう金額で出ませんかっていう契約書。おはようございます。そうギャラの分配で割るわけじゃなくて、一応そのなんつうの、便所さんと俺の直接契約。ギャラはね非公開、ギャラは言えない。あのまあ簡単に言うと、前回よりもギャラは下がったんだけど、ステッカーがギャラになったの。これがその200枚かな、これ200枚渡されて、1枚500円で売っていいと。だから、10万円、これ全部売れたら10万円になるから、これでその事務代稼いでギャラにしてくれっていう。だからそのまあ簡単に言うと、これが売れないと、今40枚ぐらい売れたから2万円は入ってきてるかな。だからもしあのあれだったら、これ支援してもらえるとすごい嬉しい。まあ、これがギャラの一部だから。あのね、デンプシーロールって技はもともとジャック・デンプシーっていう人が編み出したんだけど、それを進化させたのがマイク・タイソンなのね。簡単に言うと、その頭を振りながらこう入っていってたの、デンプシーは。こう入っていって、こう左右に振って、こう入っていったのがデンプシーロールだったの。で、タイソンはそれをウィービングっていうその技術に変えたのよ。ピーカブーで。だから初めの、あのね、タイソンはね、こうスリッピングとか こっち系の横の振りなんだけど、初めの一歩はこう万字を書くのね。こうやって。で、こっから、こう左右にフックを叩いていくっていう。そう。だからピーカブースタイルっていうのが、そのもともとこうやってガードして、こうやって振って入っていくのがピーカブー。で、そこから左右を畳みつけて、かいくぐりながら入って、後方一体になってんのがデンプシーロール。うん、あー、ステッカー20枚ありがとうございます。ぜひ。これはね、俺に DM か LINE くれたら、あの、郵送します。はい。そうなんだよ。そう。日本人で、あんまりインファイターの人ってあんまりいない。それよりも足使ってこうジャブを刻んでこういうのがセオリーだよね。そう、こう刺していって距離測ってこうやってやるのがセオリー。トルさんはフリッカーって言ってデトロイトスタイルって言うんだけど、こう右手は普通にこの位置で構えて下にこうやってやんの、うん、これがデトロイトスタイル。フリッカージャブって言うんだけど、こう下から突き上げるの、うん、こう避けて、そう。キックルールじゃないよ。僕身長、そうですね、腕は長い方ですね、リーチは長いですね、うん、腕が異常に長い。喧嘩したことない、弱いです。喧嘩もスポーツも皆無、運動神経皆無だから。俺結構顔小顔だよ。実際見ると小顔だってよく言われるよ。びっくりした、全然違うって言われる。喧嘩したわけじゃないよ。ボコボコにされたのはあれ喧嘩じゃないよ。一方的にやられたんだよ。いや、ふわっちだよ、ふわっち。
メジャーで測れ。いや、測ったことあるよ。181。こっから、指先から指先まで181センチだったけど。185かな。うん。だから、リーチは180ぐらいあると思う。身長よりも10センチ長いね。だからリーチの測り方が片腕なのかどうかわかんないけど。身長170。170、俺は。身長低い低い、もっと低い。体重75キロ今。チャンピオンね、フットサルやると分かるんだけど、めちゃくちゃスタミナあるよ。化け物みたいにスタミナある。だってフットサル何時間トータルやった？3時間ぐらい走りっぱなしだったよ。だけど試合の緊張とその格闘技のスタミナって全然違うんだよ。だから走るスタミナと違うの。うん、サバ読んでないよ。身長170。うん、俺ハーフじゃないよ、純日本人。まあ母親が沖縄で、母方が沖縄で、まあ親父方こっちの人だけど。沖縄はまあ日本だからな、うん、沖縄は日本だから。スケボー今やる時間ないな、ちょっとな。本当はやりたいんだけどね。スケボー楽しいよね。俺のはサーフスケートっていうちょっと変わったスケートなんだけど、すごい長いんだけど、でも身長180の人とやったら変わんないじゃん、うん、多趣味だね俺はね。多趣味っつうか飽きっぽいんだよね。いやハーフじゃないよ全然。思いっきり日本人だよ。海外の血は全然入ってない。親戚に外人いないもんな。熱しやすく冷めやすいね。あのね、俺はね、何でもトライする。あの、やるときはすぐ決めるって決めてて、で、やめるときもすぐ撤退するっていう。だから配信が軸になってれば何でもいいの。配信だけ裏切らなければ、メインに真ん中にドンって杭打っておけば、何やってもいいっていう感じだから。配信には嘘ついてない。会ったことある？俺と。あ、でかく見えるって言われるけどね。ポチームとやるよ。うん。1000万超えてないよ。1000万どころじゃないよ。200万超えてないんじゃないの俺。200万は、どうだろう。そう。テルすげえよな、ほんとに。1000万なんて全然だよ。月収80万じゃない。月賞80万。月賞。で、1ヶ月しか取ってない。本当だよ。先月なんかマンスリー圏外だよ俺。先月なんかもう配信どうしようってやめようかなってよぎったもんね。2000万稼ぐ素質なんかあるわけねえじゃん。そんな一枠で花火100発以上飛ばないと無理だよ。700万もいってるわけねえだろうがよ、うん、怪我した時のサインはもう書いてるよ。うん、死んでも後遺症が残っても文句言わないっていう。それは書いてる書いてる。それは格闘技は全部そうでしょ。いや、テルはあれでしょ、だからリスナーさんがアイテムくれる人がいるんでしょ。リスナーさんが優秀かどうかってことでしょ。うん、リスナーさんがお金持ちかどうかとかそういう話じゃん、マンスリーランキングって。メガホンありがとう。そういう世界だよ。だからいかにそのアイテム投げてくれるいいリスナーさんがいるかいないかっていうだけじゃん、配信会って。テルの枠行っていいよ、テルのファンなんだから。俺は俺にはこんだけ160人もこんだけ見てくれる人いるんだから、自分のリスナーさん大事にするよ。
捨て頃用の保険っていうか、ジムに通うとき必ず入るんですよ。怪我した時の保険っていうのは。なんか入ってますよ。いや、リモコンじゃなくてラジコンでしょ？ラジコンにはならないよ。うん。自由になりたくて配信者になったのに。ふわっちバブルはいつまで？俺、ふわっちバブルなんかないけど。300人超えないどころか、先月なんか70人とか60人だったかな。いや、だってそうでしょ。だって今この瞬間に気が向いて花火ファンタスティックで100発投げてくれる人がいたら日給5万になるんだよ。わかんないよ、いつ投げてくれんのか。自分のさじ加減じゃないもん。でしょ？もう170人見てる中で誰が投げてくれるかって話はわかんないもん。誰が見てんのかわかんないもん。金持ちなのか貧乏なのかファンなのかアンチなのかわかんないもん。うん。ありがとうございます。ぜひフォローしてください。セコロ頑張ります。誰が見てるかわかんねえかな。あのね、違う、テルはね、あのステップインジャブって言って、そうね、踏み込みがすごいの。なんて言うんだろうな、遠くからの前からバッてくんの。だからびっくりした。リーチが違う。リーチはね、多分そんな変わんないんだよ。あれは面食らうよ。タンって踏み込んできて早いの、とにかく軽いからパッて踏み込んで、その分伸びるから、で伸びるの、あいつのパンチって。びっくりした。運任せってわけではないけど、花火が上がるかどうかを決めるのは俺じゃない。だんだん分かってきた。配信っていうのは配信者の実力がとかじゃないのよ。要は俺をどうするかを決めるのは、配信者をどういうポジションにするのか決めれる決定権はリスナーさんが持ってるっていうのが俺の考え。テル強いよな。俺負けたもん。テル強かったよ。うん、喧嘩慣れしてるよ。だって俺パルパル殴った時テル止めてたもんね。うん、俺は弱いよ。俺は弱い。今日ドレさん放送来てるかどうかわかんないな。キツネ枠は誰が見てるかわかんないから。そう、パルパル殴った時テルが横から止めに入ったけど、そう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 、花火師さんがこいつを勝たせようって決めるのよ。こいつを、要は競馬とかと一緒だよ。俺ら馬なんだよ、馬。育てるかどうかの実は舵取りを持ってるのはリスナーさんだと思うよ。アイテム投げないのはリスナーの性っていう意味じゃないの。アイテム投げるのを決める権限を持ってるのはリスナーさんだよってこと。アイテムが上がる上がらないはリスナーさんの性っていう言い訳をしてるんじゃなくて、上げるか上げないかを決める決定権はリスナーさんが持ってるんですよって話ね。これは全然意味合いが違うでしょ。弱いやつに向かっていく？いや俺逆だと思うけど、弱い相手とやったことなんかないよ。なんだろう、勝手に起動するんだけど音声コントロールって。何これ、何これ、勝手になんかSiriみたいなのが起動するんだけど。いや文句なんか言ってん。何これ、音声コントロールが勝手に起動するんだけど、何これ。いや怖いんだけど。うるせえよ、何も聞いてないから。何これ、やめて、ピピじゃないよ。何これ、バグでしょ。うん、ああなんかまた入ってる。何これ、勝手に起動すんだよね。あ、また起動した。ほら。
何これ、何今日から俺、今日から違法アップロード見てないよ。どうやってやんの、違法アップロード見てないよ。海外のポルノサイトなんか見てないよ、うん、何なんだろうな。飯食おうかな。え、なに、アップルにも、なに、iPhone 用のウイルスバスターってあるの？ iPhone 用のウイルスバスターって。企業案件とか今ないかな。企業案件今はない。ああ、やっぱ勝手に起動するのは何だろう。ほら、また起動する。なにこれ。え、なにこれ、なにこれ。しかも消えないんだよね。あ、消えた。何これ、うわ、また起動した、また起動した、また消える。何これ、怖いんだけど。あ、あ、何これ、え、怖いな。遠隔勝手にね、つくんだよ。今ついてないけど、あ、あ、なんだこれ、よくわかんねえな。これ遠隔操作、花火上げてたらいつの間にか花火師なんて名前がついて家になった。いつからなんだろうね、花火師って言い始めたの、うん、あ、誰かに花火上げてて勝手に花火師って言われて家になったんだ、うん、まあ投げなきゃいいんじゃん。生活保護の話をしたのは俺じゃなくて、あれでしょ、あの小川さんでしょ。俺はあの聞いてる側だったから、だから司会だよね、うん、はい、こんにちは。最近入れたアプリないね。新しく入れたアプリはない。急にこうなった。ふわっちゃん2年2年目に入ったかな。1年と数ヶ月じゃん。1年と10ヶ月ぐらいじゃない。いや、だって嫌になったらかわいそうじゃん。リスナーさんが楽しく見るべきでしょ。花火投げて嫌な思いするんだったら投げない方がいいよ。まあ俺は花火もらって生活してるからあんまこういうこと言うべきじゃないけど、うん、俺は欲しいけどね。でもやっぱ楽しんで見てもらいたいもん。新しい列使わないよ俺。もうだって2年前の列だから全然使えてるもん。楽しんで見れなきゃ嫌な気持ちになって見てもらいたくないの。大手は石川紀之さんとか香川さんとかじゃない、初期組。あと新八丁も早かったね。新八丁もふわっち早かった。歌くないっすね、うん、配信者はレッツノート、最終的にみんなレッツになるね。アカペラで歌ってください。何を歌えばいいの。 CPU なんかわかんねえな、石川紀之さんとコラボしたこと一回もないよ、うん、野田総理は全然後発組だよ。何言ってんの。タバコの銘柄アメスピのメンソールライト、レッツノート軽いっていうの耐久性が半端じゃないのね。
あとメーカーの保証がしっかりしてるから、あ、外配信するのにめちゃくちゃ向いてるの、レッツノートは。とにかく軽い、耐久性が高い。レッツノート高いよ。配信者に花火投げて生活に支障をきたすかなと心配。逆逆、花火もらわないと俺らはその食ってけないから、この放送を守りたいと思ってる人は、花火とは言わないけどアイテムくれたら嬉しいよ。だって飯食えなくなっちゃうもん。俺はふわっちはね、まあまあ去年2016年の10月からやってるね。2016年の10月。野田造りはもともと金梅さんの弟子っていうか、金梅さんが育てたね。うん、もともと。だから光くんとかと同じだね。ワッチ潰れないでしょ。ありがとう、メガホン100個ありがとう、ありがとうございます、あざーす。今日メガホン勢が強いね。ありがとう、たくさんありがとうね、集めてくれた、俺に投げてくれて、サンキュー。育てたっていうか、まあだからほらコラボをしていって閲覧増やしていったの。ハートプレゼントありがとう。だから昔から金梅さん得意なんだよ。一度も働いたことって、俺働いてるけど、今も仕事中の配信業だから、これ仕事なの。これ仕事なんだよ。働いてるでしょ。うん、メガホン嬉しいっすよ。メガホン嬉しいっすよ。ありがとう、パフェありがとう。ありがとう。あ、メガホンありがとう。すげえすげえすげえ。メガホン100個ありがとう。ありがとうございます。まあまあまあ、普通の生き方ではないのは自覚はしてるけど、別にこれを仕事じゃないっていうのは無理があるでしょ。うん、じゃあ YouTuber は仕事じゃないのかって話になるでしょ。別にインターネットコンテンツでブログで稼いでようが、何配信で稼いでようが仕事だと思うけどね。俺は配信者だけ言われるんだよね、こんなの仕事じゃないって。メガホン嬉しいよ。だってマンスリー上の方に行くから、やっぱり実績になるじゃん。マンスリーランキング、メガホンってすごいポイント率高いのよ。マンスリーランキングとかデイリーランキングで上に行くからさ。うん、そうだね、転職だね。もともと配信業を選んだ理由っていうのが、時間と、場所に制約されないのが最低条件だと。世界中のどこにいてもいつ自分の起きた時間で好きな時間にできる仕事っていうので、でまあブログか YouTube か配信の3つがあって、 YouTuber もかなり前、 YouTuber がいない頃からやってたから、やってないことやってみようと思って。仕事の定義はお金もらえばどうじゃないの。うん、飯が食えてるかどうかじゃないの。うん、ここ1年だね俺は。うん、3年間は全然食えてなかった。配信する前はどんな仕事してたの。自営業でね、IT 系の会社やったり、ネットワークビジネスやったり、まあ、アルバイトも60個ぐらい、正社員2個ぐらいやったりとか。まあサラリーマンとかバイトは向いてなかったな。もうコロコロ変わってた。サラリーマンの経験2回、人材派遣とコールセンターの営業やったけど。4つ目の再生数、もういや見たらあるでしょ、100万再生超えてるかな今。なんで生ポ長かったの。いや食えてなかったから。YouTube はそんなに稼げてないかな俺は。 YouTube はそんなに稼げてない。あんまり本腰入れてないね。生放送の録画をただデータをアップロードしてるだけだから。
いや気にしてないよ、気にしてもしょうがないし、だってサラリーマンやりたい人はサラリーマンやりたいって自分で決めて選んだわけだから、それでいいじゃん。で俺はサラリーマン向いてないと思ったからこれ選んだだけで、別にお互いディスり合う必要ないと思ってる。あれはサラリーマンじゃなくて、あれは自分の会社、若い頃のあれは自分の会社、うん、蓄えなんてないよ。FX とかやったことない。っていうかね、俺はね、あの自分のやりたくないことをやって金稼ぐのが時間の無駄だと思ったの。やりた、人生ってさ、8時間働いたら、まあ寝る時間が8時間、働いてる8時間で、プライベートが8時間だけど、働く8時間には休憩1時間と、あと交通の時間だから、だいたい10時間ぐらい取られるのってことは、1日6時間しか自分の時間持てないってバカ臭いと思ったの。で俺は起きてる時間は全部自分の時間は自分の所有物だって考え方があったから、どうにかこうにか働くのは苦じゃないの、一生懸命働くのは苦じゃないの。でも起きてる時間遊びながら稼ぐっていうことができたらプラスにしかなんないと思ってて、いや稼げばいいじゃん、蓄えいらないでしょ別に。蓄えが必要なのって未来が不安だからじゃん。別にずっと遊んでて金稼げるんなら一生涯遊び続ければいいんじゃんっていうのが俺の考え方。プログラマーね、あのパートナーが組んでた。俺は営業担当。どこがクソなの？だって楽しく働いてた方が社会によりいい還元ができるじゃん。俺はね、配信業っていう業種を言っても意味ないから配信家を名乗ってる。配信家。配信業って業界のことじゃん。病気になった時とか事故になった時死ねばいいんじゃないの、結婚は別にする必要ないと思ってるかな、あーありがとう、メガホンありがとう、ありがたいよね、花火投げてくれる人、アイテム投げてくれる人、うん、いやまあチンケな人生かどうかね、人に言われてもな、俺は俺でやりたいことやるだけだよ、うん、まあチンケな人生かもしんないけど、
何責任って、結婚をするのが責任を取ることだと思わないんだけど、なんで女の人ってそんな上から目線なの、意味が分かんないわ。結婚をすることが俺責任を取ることだなんて考えたこと一回もないよ。じゃあなんで日本はさ、カップルの3分の1が離婚をするって、責任、そっちの方が責任取れないでしょ。子供に対しても責任取れてないし、俺は別に結婚が責任とか考えたことないですね。病気になった時とか死ぬってどういうこと？それが何が責任取ってないの？別にあなたが俺の面倒を見るわけじゃないから別に関係なくない？ちょっと待って、人として最低ってどういうこと？うん、別に結婚しなくていいと思うけど、うるせえなあ、ガタガタアンチよ、花火投げろよバカ、花火投げてから言えよ、責任がどうとか言うのよ、うるせえなあ、朝からガタ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 よ、文句があるなら花火投げてから言えよ、花火投げてから、関係ねえんだから、花火投げてねえんだろ、花火投げてねえんだから関係ねえじゃねえかよ。関係ないやつにさ、なんで俺がぐちぐち言われないといけないんだよ。投げてから言えよ、投げてから。ガタ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 うるせえな。ほっとけよ、バカ。ほっとけよ。しょうもない。結婚しないの彼女に言ってるよ。言ってるよ。投げないんでしょ？金は出さねえで口は出すってどういう見解だよ、本当に。強要してねえだろ、文句を言うなっつってんの、人の人生なんだから。文句を言うんだったら面倒を見てから言えよ。人の仕事がどうだかだっていうのはさ、食わせてる人間が言うことなんだよ。食わせてる人間、親だけだよ、ちゃんと食わせてる。なんで俺がリスナーにそんなこと言われないといけないんだ。俺の母ちゃんかよ、俺の母親か？なあ、強制徴収なんかしてねえじゃん。母ちゃんなの？マジか。じゃあ言う権利あるわ。母親多いなあ。母親多いわ。はいはい。いや、俺はだから、のんちゃんが結婚する気あんなら結婚しても構わないよって思ってる。ただ別にしたいとは思ってない。のんちゃんがしたいんだったらすればいいんじゃないって。うん。俺は、のんちゃんが結婚したいんだったら別にしてもいいよって。ただ結婚なんて意味ないよって言ってるけど。いや、そうそう、マウンティングしたいだけなんだよ。要は俺が稼いでんのが悔しいんだよこいつら。自由にやって稼いでんのが悔しいの。花火ありがとう、また稼がせてもらっちゃったよ、ありがとうございます2号さん。そう、こいつらは劣等感の塊だから自由にやって稼いでるの悔しいの、ただそれだけよ、うん、ありがとね花火。だから花火上がると黙るんだよ、花火上がると黙るんだ。うん、いやそうだと思うでしょ。278号さん、もう要は弱いものが弱いものを叩くんだよ。で、本当に勝ってるやつとかって余裕のある人はこうやって花火投げてくれんのよ。
余裕のある人しか花火投げないよ。そう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 。ありがとうございます。2号さん花火ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうね。無理しないでね、無理しないでね。花火師だから嫉妬してない。あ、いやいや、185号さんがそういうあのなんつうのルサンチマン的な発想を持ってるとは思ってないよ。ありがとう2号さん、ありがとう2号さん、ありがとう、ありがとうございます。うん、いやでも普通に質問してくれてる人に別に怒ってないよ。ただな、ああだこうだってぐち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 さ、そう、妬みそねみ恨みつらみっていうのは意味ないよって言ってんの。ありがとうニコンさん、ありがとう、ありがとうございます。おー、メガホンもありがとう、メガホンありがとう。そう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 、子供、考え方が子供なんだよ、考え方が。ありがとうメガホン、メガホンじゃない、風船じゃない、花火ありがとう、花火ありがとうございます。今日ありがたいですね、たくさんいただいてて、ありがとうメガホンありがとう、ありがとうございます。うん、いや俺はだからその嫌な気持ちで見てほしくないからさ、185号さんがいつでも遊びに来てよ。で、投げたくなったら投げてよ。うん、投げたくなったら投げて。いや、花火投げて嫌な思いしてる人もいっぱいいるのよ。だけど、俺はその人ではないからさ、俺に投げる価値があると思ったら投げて、で、投げる価値がないと思ったら別に普通にタダで見てくれていいから。ありがとうニコさん、ありがとう。配信者もいろんな人がいるから、まあ嫌な思いしたのは分かったよ、別の配信者のところで花火投げて嫌な思いしたのは。でもここはそこじゃないから。2号さんすごいね、2号さんラッシュが始まったよ、2号さんラッシュ。うん、強いね2号さんね。うん、調子乗るなよって。別に調子乗ってないよ。うん、ありがとうございます。うん、いやいやいや、強要はしないっすよ。うん、強要はしないっす。ただ本人が投げたい時に投げるっていうのが俺は正しいもんだと思うよ。なんか DM とか LINE とかで今日花火くれよっていうのはおかしいと思うよ。うん、普通に楽しんでもらって楽しかったって言って投げてもらうもんじゃん。自演なんかしてないよ花火の。うん、配信者に花火の自演なんてできないよ。リスナーさんの気持ちをコントロールすることなんかできないんだよ。それはなんつうの、人間と人間の会話じゃないよ。俺の彼女は53歳じゃないから、47歳だから。例えば他の配信者を推しだけど配信者同士でつながってないの。つながってても別に関係ないからね。例えばテルチャンピンとかドレさんとかサメ島さんとかつながりあるけど、花火師がどうって会話なんか一切したことないよ。花火師誰なのとか、だからテレだったら TCP とかさ、どれだったらなんかどれ婦人部とか、鮫島さんだったらイルカ組とかがいるわけじゃん。でも別になんかいろんな人見るのは普通だから、あ TCP だとか、別に投げたいところに投げればいいじゃん。うん、だってあれだよ、他のお品がついてる人でここで投げてくれる人なんてたくさんいるよ。そのアットマーク誰誰って他の配信者を押してて俺に投げてくれる人もいるから、まあ別に投げたいところ投げればいいじゃん。俺は裏で催促すんのはパフォーマーでもアーティストでもないと思ってるね。それ営業だと思ってるから。営業なんかいらないんだよ。普通に面白いコンテンツやればいい。リスナーさんとただ向き合ってればいい。あ、別にいいよ91号、投げたくなった時に投げてくれればいいよ。うん、俺の放送好きってだけで俺は嬉しいから。うん、あ、他で投げる時は匿名で投げちゃう。うん、匿名でいいんだよ。
いや、便所さんが正しいと思うよ。便所さんが同じ考え言ってたんなら。だって配信者って一人しか見ちゃいけませんなんて物理的に不可能じゃん。リスナーさんはいろんな人見たいわけじゃん。だからお品なんていらないんだよ。配信楽しいね。内緒にしてくれるって、俺だから誰が花火投げたか絶対言ってないでしょ。この3時間でさ、24発花火上がってるけど誰誰って言ってないでしょ。絶対言わない、絶対言わない。なんでかっていうと、それでその晒されたリスナーさんは二度と俺の放送を見てくんないから、うん、アンチですら晒さないよ俺。アンチですら晒すつもりない、うん、匿名は匿名だから。そこはマナー守んないと俺の配信人生、配信者としての格が下がるからね。そう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 、そういうこと、そういうこと。どこに投げようがリスナーさんの勝手、そういうこと、そういうこと。シンプルに言うとそういうこと。セブンの弁当めちゃめちゃ食べてるよ。セブンの弁当めちゃめちゃ食べてるね、うん、配信者の格っていうか品格、品質、なんつうの、プライド、うん、マジ押し付けてるやつうぜえわな。それを強要する配信者もいるから。まあまあ、でも長く持たないでしょ。そんな3年4年と持たないでしょ。まあ配信会に5年いるからね、いろんな人を見てきたから大体わかるよ。まあ俺もね、あんまり稼げてる方じゃないから偉そうなこと言えないけどさ、マンスリーも今何位、俺マンスリー、俺もマンスリー低いから、あんまりその実績出してる方じゃねえからさ、まあまあまあ、なんただキャリアが長い やつだけのたわごとだと思って。73位か。和道さんの配信が生で見て一番すごいと思った配信者は誰？あ、生っていうのは現場で会ってってこと？金映えさん、うなちゃんまん、新八丁とかそのあたりかな、うん、金映えさん、あ、エミさんだな。ぶっ飛んでるのはもう完全に格が違うと思ったのはエミさんだな。エミさんが一番すごかった。エミさん、うなちゃんまん、金映えさん、新八丁、プロ意識マジで高い、うん、プロ意識マジで高いね。のんちゃんはいない、家に、うん、でもまあ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 、喋り、まあいいんじゃない、人は人で。エミさんがぶっ飛んですごかったね。あの人は漫画で成功もしたじゃん、ブログでも成功したし、もうこの人何やっても成功するなっていう成功法則みたいな、なんか自己啓発聞いてるみたいだったね。エミさんってね、そう、昔の配信者、今漫画家なのね。10万部のベストセラー作家になっちゃったんだけど、今も配信たまにやってるよ、エミさん。 EMI、 エミさん EMI で出てくる。まあね、生活保護カミングアウトしたのもエミさんのアドバイスからだからね。新八丁も金梅さんもちょっと質が違うんだけど、プロ意識めちゃめちゃ高いね。新八丁は本当なんだろう、打ち合わせとか企画とかすごい時間かけるよ、動画の編集とか。だからそういうプロ意識の高さ。あと新八丁ってどれくらいプロ意識高いかっていうと、服を一日に何回も変えるの、着替えるので、あと髪型もしょっちゅう変えるのは、あれはファンサービスの一環で、同じ服を見たくないでしょって。すごくないそれ。俺は真逆なんだけど、俺師匠とかいないよ。あの新八丁はリスナーさんは映像で見て俺のことを楽しんでくれてるから、俺はアバターみたいなもんだから、リスナーさんいろんな考え方の人いるから、いろんな服を着て楽しんでもらうんだとか、いろんな髪型して楽しんでもらう。あの考え方はすごいなと思ったよ。もう完全にリスナーさんのこと考えてやってるの。それってプロじゃない？着る服すらも意識してるっていう。まあだから同じ服は見たくない。俺は逆。俺は、あの、新八丁と真逆の答えなんだけど、なんで同じ服着てるかって、これもプロ意識なんだけど、いつどこで街歩いてても声かけられるようにしてんの。もう黒い T シャツ、イーグルのバングル、
髪型が赤いとか、もう絶対俺しかいないじゃん。髪型変えたら分かんないでしょ。だから街中でいつでも声かけてもらえるように同じ服を着てんの。俺は逆。荒野はまあまあ、荒野駆け出しだからな。あー、エミさん整形する前の方が俺も可愛かったと思ってる。金梅さんはずーっと、キチガイしてな、ワド君。キチガイやりてーってずーっと言ってる。びっくりするの。配信外でキチガイやりたいしか出てこないの。びっくりしない？キチガイしたい、キチガイしたい、キチガイしたいってずーっと言ってんの。もう、要はキチガイして閲覧を沸かせることだけ考えてんの。それ以外のセリフ聞いたことない。もうキチガイしたくてずっとそわそわしてんの。尊敬とかじゃないよ。すごくないっていう話よ、うん、プロ意識が、うん、いやー嘘でしょ、うん、うん、まあいい意味でクレイジーだよね。いい意味でクレイジー。いや、そんなのがプロ意識っていうのかって、まあ俺はすごいと思うけどね。なんでかっていう、結果出して、そういう考えだから結果出してると思うけど、なんか人の悪口言って売名させてもらったりとかさ、人の金魚の糞みたいなダッセー配信者いっぱいいるじゃん。大手にするよって、で過疎の前では偉そうにしてる。そういうやつ大嫌いだけどね俺。なんか配信者として自分のコンテンツないのって。結果何をもって結果っていうのかっていうと、みんなに知られてるか、みんなに知られてるかどうか。あ、俺だからドレさんには普通に言ってるよ。もうなんかどっしり構えて自分のコンテンツやった方がいいんじゃんって。なんでそんなちょろ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 金梅さんとかよっさんとかあっちこっち行ってんのって本人に言ったよ俺。もう自分のコンテンツやった方がいいんじゃんって。いや本人に言ったって。いや話せば話すほどゴミクズですよ。言ったから何言って何。いや本人にそういう話はしたよって言ったの。いや人によるんじゃないの。うん、見てる方がどうしたいかじゃん。マンスリーを上の方にしたいのか、閲覧を増やしたいのか。だって見なきゃ閲覧増えないんだ。いや今月いくらまで稼いだか言わないよ。人殴ったことありますよ。はい。一回でも本当に後悔したのは、唯一女性を一回手挙げちゃったことあるのが母親なんですよ。母親、あれは一生後悔するだろうな。後悔しないタイプなんだけど、あれだけは後悔したね。母親一回その平手打ちしたことあるんだけど、あれは良くない。女性に手挙げるのは絶対ダメ、母親といえど。あれは一生後悔するよ。あれは後悔した。まあまあ閲覧も武器だからね。いやクズだね本当に。まあ絶対許せねえと思って、
ついカッとなって手が出ちゃったんだよね。いやー反省してますよ、うん、女は殴るための生き物じゃないでしょ。ひどい発言だね。うーん、母親に手を挙げた時はもうちょっと後悔してるし、今でも反省してるな。あ、まあ許せなかったんだよね。許せなかった理由はその父親がもうだいぶ前に離婚してて、新しい家庭があって、で俺腹違いの弟がいるんだけど、障害を持ってるのね。あのちょっと重たい障害を持ってて、で母親がその嫉妬でなんかそのなんかざまあみろみたいなこと言ったの。なんか気違いが生まれてきたみたいなこと言って、そのなんか悪いことやったから気違いが生まれてきたみたいな、もう人間として考えられないことを言ったから、ふざけんなっつって、その俺にとっては弟だから腹違いの、それが頭にきてぶん殴っちゃったの、うん、それだね、うん、ダメだよ兄弟は。だから、うん、妹と弟と腹違いの弟がいるね。うん、いや殴ったらダメ。うん、弟っていうのはそのあのなんつうの、母要は一緒に住んでた方の弟ね。ワンワン知ってるよ。知ってるけど最近絡みないけど、ね、ニコ生時代だからもう 2年ぐらい前にお互いディスり合ってたけど。嘘つく人ですか？いや、それはわかんない、うん。マンスリー上位の過剰に上げる花火師についてどう思いますか？あー、すごい優秀、爆投げする花火師さん。僕んところにも来てください！お待ちしてまーす。僕のことマンスリー上位にしてくれるすごい花火師さん、お待ちしてまーす。はい、以上です。以上です。いや、そらそうでしょ。絶賛募集中でしょ。絶賛募集中。どう思いますかって。待ってますだよ。待ってますって。エミさん整形したの自分で言ってるよ、うん。アクセサリー重たくて全然大丈夫。うん、だって花火師さんいいもん。花火師さん欲しいもん。花火師さんお願いします。うん、まあ、爆投げ花火師さんは俺のところつかないかもね。わかんないけど。爆投げはないと思うよ。まあ、いいんだよ、いいんだよ。いいんだよ、楽しくやろうよ。楽しくみんなで楽しく過ごそう。身の丈に合った生活があるから、うん、今を楽しもうぜ。まあまあね、爆投げしてくれる花火師さんがね、着いたら海外とか行こうよ、みんなで。マンスリー上位目指せってさ、俺が目指すもんじゃなくてさ、リスナーさんがさ、そう、俺のことを今70位にしてくれてるわけだから。先月県外だよ、うん。今の実績作ってくれてるのはリスナーさんだから。いや、もう今日はね、たくさんもらってるよね。まだまだ欲しいけどね、正直。アイテムはもう無限に欲しいから。お金嫌い？みんなお金嫌い？俺は好きだけどね。お金はあればあるだけ、もらえるならもらえるだけ欲しいけどね。俺はそういう人間ですよ。トム死んでないでしょ。だからトム、だって一昨日話したよ。トムは一昨日話したって。何トムが死んだ、トムが死んだって。なんでさ、みんなさ、情報にさ、こうやって踊らされるの。トム死んでねえから。
トムとこの前話したばっかりや。ちょっと待って、トムに電話するよな。トムどこだ。トム、トム、トム、トムに電話すればいいんでしょ。ちょっと待って、トム、ちょっと待って、トム・ソーヤ、池上、あれ、トムがいない。あれ、 LINE からトム消えてる。え、あれ、なんでだ。あれ、トムが消えてる、 LINE から。この前話したよね。あれ、なんでトムいないんだ。え、トムがいない。あれ、トムの LINE 消えてる。あれ、あった。あれ、出ないな。あれ、トム出ないね。まあ、寝てるんじゃん。うん。まあ、トム元気だと思うよ。うん。いや、トム痛い痛い。LINE あったよ。いや、爆投げしたいの、俺に。いや、爆投げすりゃいいじゃん。いや、俺は待ってるよ。やりたいだけなんて言わせときゃいいんだよ、嫉妬なんだから。投げて投げて、全然。うちはウェルカムだよ。爆投げして。だって俺はさ、185号さんと面識ないわけでしょ。キツネだから誰だか分かんないから。投げたって誰だか分かんないんでいいんだよ。爆投げしな。待ってるぜ、爆投げ。住所？住所はあれだよ、ツイッターに書いてあるよ俺。ツイッターに住所書いてあるよ。仕事昼休みない、うん、この枠終わったら15分間。もうお腹いっぱいでしょ。もう次枠いらないでしょ。次枠いる？うん。いやいやいや、来なくていいよ7号さん。なんで俺の家来んの。あれ、合わないよ、うん。アンチはニートだからかね。いやいや、そんなことない。アンチでもすげえ超金持ちとかいるよ。うん、いるいる、うん、アンチでも超金持ちいっぱいいるよ。いっぱいいる。家賃高くない？6万だよ、ボロアパート、うん、自宅行ったからやられるぞ、誰に。ワドさんの家は障害者手帳を持ったら行っていいんでしょう。どういうこと？
自宅呼べって何？自宅呼べって、何階建て？2階建て、日本語で OK だよ、自宅呼べって何？自宅って注目されたいとか寝たいとか嫉妬なんですかね。素直に応援したいというのは配信者に分かれば良いことです。そうだよ、そうそう、また音声なんか起動した。何これ、はいどうもどうも。なんだろう、勝手に起動すんのやめてほしいな、これ音声コントロールやめろって。ブブじゃねえよ、いやなんだろう、なんアプリなんか入れてないんだけどね。何これ、何これ、いやいや勝手に、何この音声コントロール、いや消えろっつうの、なんだよ、何これ、何がバグってんだ、何これ、怖っ、え何これ、えこれ何、有名な、なんか携帯動かねえし、何これ、え携帯が動かない、なんだこれ、え怖いんだけどこれマジで。再起動したした、え乗っ取りとか本当にあるの？なんかすげえ怖いんだけど、なんか勝手に音声が起動するんだよね。なピプインじゃねえよ。何これ。いや消えて本当に。何？いや怖い怖い怖い。あなんだこれマジで。バグ？遠隔なの？いや音声コントロール勝手に起動すんの、ホームボタンが壊れたのかな。はい初めまして、いらっしゃい。多分ホームボタンの故障だと思うけど、でも勝手につくって意味わかんないよな。いやトム死んでないと思うけど、一応 LINE かけたけどね。いやトムが死んだ、トムが死んだって騒いでるから、今 LINE かけたんだけど繋がんなかったね。一応鳴るのは鳴るから大丈夫だと思うよ、鳴るのは鳴るから。ただまあねえ、トムが死んだ誰が言い始めたの、なんか不謹慎にも程があるでしょ、呪われてんの。
だってトム3日前普通に話してたよ俺。いや3日前に普通に話したよ。え、フグちゃんも言ってんの？マジか。トムはあの車椅子のあの人、車椅子の配信者、沖縄のもう長い有名な配信者だよ。いや何やってるんですかって、普通に何もやってないよ。え、昨日配信中に救急車で運ばれたの？これから日本はどうなりますか？進化しますか？いや、どうもなんないでしょ。もう先進国は行き詰まりだと思うよ。何か大掛かりに変わることってないと思うけどな。インターネットの世界がどん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 発達していくんだと思うけど、吐血したの大丈夫かなと思う。え、それ見てたのみんな？マジか。どうだろう、日本はどうなるかって、シリスボビーになってくんじゃないの、経済とかは。まあ IT が勝ってる人が覇者になっていくっていう世界だから、今後は。え、それでバンになったの？マジか。ちょっとまあ連絡取ってみるわ。トム、トムは、うん、一昨日も枠で話したんだけどね、心配だね、ちょっとね。マジか。偉そうに言ってる？なんか普通に話してるよ俺。いや、トム心配だな、ちょっと。石野はまあ大丈夫でしょ、連絡取ったもん。大丈夫かね。あ、俺うつ病ですよ。俺躁うつ病で、あの今全然ここ2年間ぐらい落ち着いてるけど、ニコ生の時ひどかったよ。うつになったりします。うつ病です僕。うん、ギマさんはトムのこと知らないでしょ。ギマさんの名前出してくるってコアだよな。いやいや、だって俺が連絡して出ないってことは出ないでしょ、他の人も。いや、トムはね、持病があるからね。マジか。あ、そうなんだ、ありがとう276号さん、ありがとう来てくれて。トムの LINE に電話した。 LINE 出なかった。まあいいや。じゃあまあまあ、そろそろこの枠で終わりにしますね。僕一回ご飯休憩取ります。うん、ご飯食べるんで。いや、まあ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 、ちょっと片付けたけど、まだソファーの上汚いね。滑舌悪いんだよね、ごめんね。じゃあ皆さんお疲れ様です。もし応援してくれる人はぜひフォローよろしくお願いします。 Twitter、YouTube、ふわっちの3点セットフォローしてください。ありがとうございました。よろしくお願いします。お疲れ様です。うん、ご飯食べたらまた配信するよ。お疲れ様。
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。